船長ワールドのレベル上げめんどくさいよ。俺も全然できてないわ。まだ12。テンポって卑猥だな。なんでや。最強カードベリーマンシャンガール引けば勝ち。勝ったな。でっから好きなマンシャンガールを手札に加える。チョコ梅伏せ1。お邪魔か。アエンドワード29まで来た。すげえな。完全にお邪魔やん、これ。通常モンスターを切って同盟カードを手札に。グリーン。デッキ分厚。インスタの投稿を元にしたニュースにそのインスタのリンク貼られてない時あるよね。楽しみでザフトボールでーす。飛ぼうと思ったら全然なくてね、検索するのはめんどくさいみたいな。でもちょっとね、エッチな感じのやつだったら見てみたいから検索してみちゃうみたいなね。なんなら英語のスペルでそれどういう風に出るかとかを検索して一回出してそれをコピペしてやるみたいなね、そういう人もいるんでしょうね。というわけで始まりました、トークザフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、大物ストライカーたちの移籍先を徹底考察というわけでね、よく噂に出るですね、あの選手とか、今日ね、ニュースが出ましたね、ケインの話とか、そういったところをですね、この動画では、まあ一気にですね、考察して、その選手が移籍するのか残留するのか、ベストな移籍先としてはここだみたいな話をしていきたいと思います。というわけで、まずはですね、この選手、ケインの話からいきましょう。今日ですね、デイリーメール、11日付のものでですね、まあデイリーメールの信憑性一旦置いときまして、ダニエル・レビー会長、トッテナムの会長がですね、ケインをマンチェスターユナイテッドに放出することを許可したという、ニュースが出てきました。ね、これね、なんでかっていうところでですね、この、デイリーメールの電子版によりますと、このね、新型ウイルスの危機的状況でですね、同選手が、まあ、対談を示唆するようなコメントをしたことによってですね、このね、会長の激凛に触れたっていうふうに言われています。で、ケインの移籍金はですね、サッカー界史上最高額の2億ポンド、日本円で270億円になるだろうと。まあね、見方によってはですね、まあ何も言ってないのとこれ一緒でして、ね、スパーズとしてはケインを非売品にしていたところを、レビー会長が270億、このね、2億ポンド出すんだったら、放出も OK だよみたいな風にですね、なったっていう話なんで、結局ねケインが移籍するって決まったとかそういう話ではないんですね。でそのケインのね問題発言っていうのはどういうのかっていうのを調べましたら、まずですねこのウイルスの影響でプレミアリーグは中断しましていますけれども、6月中にですねこうプレミアリーグのシーズンを完了できなければ再開すべきじゃないみたいに言ったのが、このねダニエル・レビー会長のですねこのプレミアリーグに対する方針で絶対再開すべきだみたいなところとぶつかるっていう、まあそういったところが一つと、もう一つがですねこう移籍に関してずっとスパーズ残りますかっていうことに関してですね、こういうふうに答えてるんです。全ては起こりうることの一つで、イエスとは言えないしノーとも言えない。僕はスパーズを愛しているしこれからもずっとそうだよ。でももしチームが進歩しないと感じたり、正しい方向に進んでいないと感じたら、間程度とどまるわけにはいかないと言ってきた。僕は野心的でもっと向上したいと思ってるし、トップの選手になりたいんだというわけで、これも何にも言ってないのと一緒っていうか、現にね昔で言うとトッティとかね、最近で言うとメッシとか、いろんなねそのワンクラブマンって言われてきた選手がですね、まあルーニーとかもそうですかね、こうチームがですね強くならないんだったら、強くなろうとしないんだったら残らないっていうのは常にねクラブとの駆け引きで言ってることですので、まあお金が欲しいとかですね、レアルマドリー行きたいとか、まあそういったところではなく、こうねチームに対して最低限のプレッシャーをかけてるっていう風に見れると思います。でそんな中でね、今レアルって話しちゃいましたけど、移籍先の候補としてですね具体的に上がっているのがマンチェスターユナイテッドなんですね。でユナイテッドに関しては冬にとってイガロがですねフィットして得点も取っていますので、イガロの方がねスムーズにね加入までのね障害も低いですし、リスクも低いみたいな、そういう状況になってるんですけれども、ただですねホームグロウン枠、これがプレミアリーグにですね加盟するクラブにとっては大きな問題になります。ホームグロウン枠っていうのは最大登録選手枠25名のうち15歳から21歳までの3年以上イングランドかウェールズのクラブでプレーした選手を8人以上含まないといけないと。でこれをですねイングランドサッカー協会はですね8人から12人にホームグロウン枠を増やそうとしているっていう、そういった動きがあって、イングランド国籍のケインっていうのはですね非常に欲しい存在なんでね、ポグバなんかも簡単には放出しないんじゃないかみたいな、そういった見方もあります。でですねマンチェスターユナイテッドの場合、今回ですねねスタッフの給料を保証したりとかですね、すごく称賛される対応したと思うんですけれども、スポンサードを取ってくるのはうまい、お金を作り出すのはうまくて、ただその使い方だったりですとか移籍市場でのですね駆け引きがうまくないっていうふうに言われていますね。なんでこのねケインを取ってきた場合、ユナイテッドのブランド力とケインでですねそのお金をですね回収できるっていう、まあそういう考え方もできると思います。
して、やっぱりね、あのユナイテッドっていうブランドを考えた場合、市場価値の高い選手がですね、ユナイテッドのホームページだったりとか、そういうね、選手をドンと打ち出す広告の時にですね、真ん中にいてほしいと。そこにね、ポグバがいなくなった場合、ラッシュフォードだとまだ弱いブルーノ・フェルナンデスでも、あの世間的には弱いってなった時にケインがドンっているのはですね、大きいのかなというふうに思いまして、こうね、あのピッチ上のスカッと想像しても、トップにケインいて、トップ下にブルーノ・フェルナンデスついて、ボランチにポグバいて、両サイドにね、あのサンチョと、ダニエル・ジェームスいるのかみたいな感じで、このスカッととしてすごいですね、あのホームグローン枠を満たす魅力的なものになるなというふうに考えて不思議ないと思います。あともう一つの候補としては、レアル・マドリーですね。ジダン監督が過去にですね、完璧な選手っていうふうにケインのことを発言しています。またケインのね、取っ手名前ワンクラブマンでいたいんだっていう風にね、過去に何度も発言していますし、スパーズとしてもね、レビー会長としても同じプレミアリーグのライバルクラブに浮いたくないっていう思惑もありますので、って考えると、レアルマドリードにですね、まあ、移籍させた方が違う国のリーグになりますので、なんでね、あのスパーズとしても痛手を負わない、ケインとしてもですね、ライバルクラブに在籍して年に2回ね、育ててくれた、クラブとですね、こう自分をスターにしてくれたクラブと絶対に対戦しなきゃいけないっていうですね、状況を避けられるっていうのもありますので、まだまだ様子見の息を出ないと思います。で、続いてエンバペですね。契約に関しては2022年まで、残り1年の2021年ぐらいがですね、こうあのパリ・サンジェルマンとしても契約を延長されない場合に放出するリミットかなっていうふうに、思いますね。そこからどんどん契約期間が短くなっていくと、他のクラブに買い叩かれたり、フリーで出ていかれてしまって、この獲得に使ったお金を回収できないっていう問題が出てきます。前にもですね、レアル・マドリードのね、獲得の噂、ジダンがですね、もともとスポーツエクサー時代にエンバペを車で迎えに行って練習連れてきたみたいな。エンバペがジダンでね、もう緊張しすぎて、車にね、靴脱いで上がった方がいいですかみたいな、そういう風に言って笑われたみたいなエピソードありましたけど、でその頃からですね、まあ、ジダンはエンバペを見ていて、で今ですね、これだけの選手になっていますので、当然ね、また夢の再会果たしたいみたいなところあると思います。で、レアルマドリードのですね、戦術的にもやっぱり右のウイングとトップのストライカー両方できる選手っていうのは今のレアルマドリードにね、一番欲しいところだと思いますし、ベンゼマもいつ衰えるか分かりませんし、フランス代表っていうこのね、もう獲得しない理由がないみたいな状況がどんどんね、出てきていますね。でエンバペ側の、目線としましては、出番が得られるかっていうところが大きいと思います。それはですね、やっぱりバルサ、レアルマドリー両方から、話があったとしても、ロナウド、ベンゼマ、ベイルがいるね、BBC がいる時の、レアルマドリードとスアレス、メッシがいて、自分がね、出番得られるか分からなかったバルセロナ、ここを断って一度パリ・サンジェルマン行っていますので、ちゃんとね、レアル、バルサとかそういったクラブに行くときに自分が出番得られるかっていうところをまずですね、一つ考慮すると思います。エンバペのご両親もですね、お金よりもですね、このあのいろんなね、考慮しなきゃいけない状況があるっていう風にですね、このメディアに対して語っていますので、レアルマドリードとしてはですね、ベイルだったりハメスだったりバスケスっていうこういう右サイドの選手をですね、まあ放出したいですとか、ロドリゴとかアセンシオみたいに放出はしないけどレンタルとか、そんな感じで右サイドのね、人員をですね、整理して、ちゃんとエンバペのために椅子を開けなければいけませんし、この辺なんかもですね、あのウイルスの影響で、この移籍が進まないのか、お金がね、この安くなってむしろ進むのか進まないのか、レンタルで、このね、今シーズンは乗り切ろうみたいなクラブが増えるのか、これに関しては市場が開いてみないと何も言えない状況ですね。あとはこの後紹介する選手だったり、さっきのね、ケインだったり、そういったね、代替候補の選手のですね、移籍のニュースをちらつかせることによって、エンバペ側に焦らせるみたいな、そういった可能性もあるかもしれません。でですね、こんだけ、エンバペの話してますけれども、マリアーノとヨビッチ、このね、ベンゼマのパートナーとしてですね、この2人は、もうね、あの、ジダンが見切りをつけてるのかっていうところで、まずですね、マリアーノに関して、年俸が高いから移籍しないというニュース出てきましたけれども、ただね、あのクラシコの時にね、あのこの投入直後に決めたゴールを見ると、そんなね、なんかこう汚い気持ちでマドリーに残ってるようには見えませんね。むしろその中でチャンスを与えられず、このね、なかなかね、実力を見せる機会がない苦しさの中でもがいてた印象があります。で、クラシコでですね、あのようにあの試合をね、決定づける得点を決めた次のベティス戦でね、スタメンで起用されず60分過ぎからの出場になりました。こういう状況だとマリアーノとしてもですね、外に、まあ、出ていきたい、このな気持ちになって不思議じゃないと思います。っていうのだと、さっき言ったようにですね、権威を放出せざるを得なくなったですね、スパーズワントップとしてですね、マリアーノをどう評価しているのか。モーリーニョはですね、こうトップでね、競り合ってポストプレイヤーになれて、なおかつ得点力がある選手で、運動量豊富に守備をしてくれる選手っていうのはすごく好きなタイプですので、マリアーノがね、空中戦は強いんですけど、ポストプレイの安定感とか、そういったところでね、モーリーニョが求める基準をですね、満たしているのかどうか。今後チームの中心のね、センターフォワード、この純粋なストライカータイプがですね、抜けるクラブにとって
ってはですね、ターゲットの一人になる選手だと思います。あとヨビッチですね、外出禁止破ったとかあんまり関係ないと思います。むしろですね、適正無視の起用をですねされてるっていうのはですね、やっぱり内側の関係者の中でもですね明白だと思うんですね。フランクフルト時代はトップ下だったりとかセカンドトップで、ハラーとコンビネーションしたりとかレビッチと、コンビネーションしたりとかして、崩したりとか最後のねフィニッシュをね他の選手が踊りになって空いたスペースでするみたいな、そういった選手でしたので、なので、レアルマドリーでの使われ方のあの気の毒さっていうのは分かると思いますし、てなるとそういったねセカンドストライカー兼トップみたいなね、そんな使い方で一番ですねヨビッチの良さ生きそうなのは、前に言った、ラウタロ・マルティネスの後釜としてですねインテルっていうのと、あと噂が上がってるアーセナルに関してはね、あの OB の批判とかもありますけれども、エジルもしくはオーバメアの後釜として考えてるのかなと思います。442のね、このセカンドストライカーとしてエジルの後釜的なんですけど、フォワードっていうキャラクターでは左のねオーバメアンが中に入ってきてってやってます。ただ左サイドをアップダウンしてってあのオーバメアン的なことをですねヨビッチにやらせるのは理想的ではありませんので、この辺は本当にねアルテタが考えてるんだったら、ちょっとねあのヨビッチ用の使い方っていうのは用意してるのかなと思います。あとはですねユベントスがロナウドのパートナーとしてですね考えてるって可能性はないかなっていうのもちょっと思いますね。ロナウドを純粋なストライカーとして考えて、そのセカンドストライカーとしてのヨビッチっていうのも、十分あると思います。あとは、今言ったねオーバメアンの話ですけど、移籍するとしたらレアルっていうですね、まあそういった、話が昔ありました。これですね2017年にアーセナル移籍する前、オーバメアンはですね、このおじいちゃんとの、亡くなった おじいちゃんとの夢としてレアルマドリードにですね、まあ加入することっていうのを、話していました。ただですねその後こういうふうにコメントしています。もう移籍することは夢じゃない、レアルマドリーと話すことはこれ以上ないよと。でですね、僕はアーセナルの、キャプテンでこのクラブが好きだ、僕は責任を持ち必死にこのクラブをトップに持ち上げようとしてるって言ってまして、移籍を否定していますね。まあ年齢的に考えても、ビッグクラブがですね、今から大金をはたいて取るみたいなそういった選手ではありませんし、ね、アーセナルのですね中心として左サイドを上下運動しながらの得点力っていうのはですね本当もっと評価されるべき選手だと思いますので、なんでねあの一番移籍がないのかなと思います。ただオーバメアンに関してはですね、右ウィングでですねこのあのスピードを生かした突破をしてクロス上げたりとか、そこから中入ってきてっていうのも得意ですので、なんでですねレアルマドリードのエンバペを取れないときに、1年オーバメアンでしのいで、そこからですねエンバペ獲得して競争させるのか、また放出するのかっていう、そういう代替案としては確実に話が上がってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で続いてイブラヒモビッチ、イブラに関してはこの間がっつり解説しましたけれども、そこをね詳しく掘り下げる感じで言うと、エリオットマネジメント、このミラノ母体となっているところがですね年俸250万ユーロを上限とする方針を固めたって話があります。でこれによってですね、放出濃厚で、なおかつピオリの後任として噂されているラングニックは具体的な話なんて否定してるんですけど、水面下で話は進んでるんじゃないかっていうところがありまして、ラングニックといえばねライプツィヒのスポーツディレクターやってましたし、そういったね若手中心で年俸がね安い若手中心で、このね攻守において強度高くいって切り替えのスピードで勝負みたいな、そういったねイメージ通りのサッカーになるんだったら、イブラって一番合わない存在になってしまいますね。ってなるとイブラが放出されて、トガマにミリクだったりですとかベルナーが来るんじゃないかっていうふうに言われています。まあイブラに関してはですね、どこ行ってもついて行って応援しますみたいなね、そういった気持ちなんですけれども、ベルナーは、かなりライプツィヒを引っ張っていますし、引く手はまたですよね。今言ってミランだけじゃなく、例えばリバプールとかも、これねマネ、サラ、フィルミーノ、この3人にですね、この1人入っていって遜色なくですねやれるようなポテンシャルを持っていそうね。日本人としてはやっぱり南野の出番が減りそう、寂しいところなんですが、フィルミーノの位置に使われてね下がっていってね、あのこのボールをさばきながら前線飛び出していくみたいな役割をですね、こうライプツィヒで今やってる役割を見てるとできそうなんですよね。で元々あるスピードだったり、そのね決定力のところで両ウィング使われて裏に抜けていくとか、なんならね攻撃的に行くときは 4-2-3-1 にして全員使うってこともありえると思います。あとパリサンジェルマンとしては、エンバペが契約延長しないなら、そのねスピードをですね、まあ軸にした万能性のあるフォワードっていうところで後釜としてですねベルナーっていうのは十分可能性あると思います。で続いてラウタロ・マルティネスですね、違約金が132億円というふうに言われていまして、ラウタロ・マルティネスの活躍を考慮すると、ね、今の移籍市場132億とかね払うクラブガンガンありますので、バルセロナがですね触手を伸ばしていると、ね、バルセロナと個人合意してるからレアルが引いたっていう話とかですね、またですね、アビダル、バルサのスポーツディレクターが公にねターゲットとして公言してるっていうのも大きいと思います。でラウタロの給料ってですね、あのかなり安いんですね。今2億いくらとかでして、それがですね、1月にインテルがこの給料のですねアップの、提案をしたらしいんですけど、これがですねバルサが提示する金額より安くて、チェルシーとかマンチェスターシティが提示する額が、11億7千万って感じで、まあ、はるかにねインテルが提示した給料が4億6800万ですから、かなり、安い状況なんで、なんで首をね縦に振らないっていう感じ、まあ当然ですよね、プロなんで。なんでその中で一番ね具体的にラウタロ・マルティネスが行くとしたらバルサじゃないかって言われています。ただねラウタロ・マルティネスとしても、この発言するねコメントからはインテル愛を感じます。
ますし、なのでね、インテルがちゃんとお金を払ってくれるなら残るけれども、ただ払ってくれないなら外にも行くよっていうね、インテルアイドプロとしてのですね、野心でこう揺れているっていう、そういった感じだと思いますね。で、ラウタロ・マルティネスがもしね、あのバルセロナにいた場合ですね、メッシ・スアレスで、もうほぼ来るみたいに言われているネイマール、ここにね、ローテーションとして使われると思うんですけど、そうなるとですね、ラウタロとネイマール両方取ってグリーズマンもどっちかって言ったらね、そこが一番微妙なところになりますので、やっぱりね、メッシがいつでも契約をですね、破棄できる、破棄できるっていうか満了できる情報がある以上、一番連携のいい、プライベートでも仲いいスアレスを出すってことはないと思いますので、でメッシが一番ね、この契約を望んでいるネイマールが来るってなると、弾き出されるのは、ラウタロが来たらグリーズマンってことになって、グリーズマンどこ行くのっていうところでパリ・サンジェルマンっていう話になります。で、あとはハーランドですね。代理人がミノ・ライオラですね。ライオラがドルトムント移籍を反対していたと。で、ユナイテッドとの関係も最近悪化しているんですね。あの、オーバーの扱いに対して不満があってみたいな。なんでね、ライオラに関してはですね、すごく金の亡者的なイメージがあるんですけれども、選手がですね、このステップアップをしていく上でですね、こうきちんとね、環境を考えてあげる。このやっぱり代理人として当然ね、選手 のステップアップっていうのが自分のね、懐に入ってくるお金にもつながってきますから、品種思いっていうより、ちゃんとね、試合に出れて活躍すると、そこがね、選手をこうチームをこう転々とさせることにお金が入ってくるみたいな、そういったイメージでいいと思うんですね。大金が入ってくるみたいな。なんで、ライオナに関してはドルトムント移籍反対してましたけれども、そこでハーランドがですね、今移籍して結果として、でハーランドは今ね、家にいるような気分だっていうふうに言っていますので、夏に移籍するっていうのはですね、結構可能性として低いんじゃないかなって思います。で、ハーランドを狙ってると言われるレアルなんですけれども、違約金は払えると思うんですが、ただね、ジダンが、この好みとする選手、ベンゼマを重用したり、アザール使ったりとか、結構ね、足元のテクニック優れていて柔らかい感じの、そういった選手でこうワンツーでね、こうテクニックをですね、こう共有しながら相手を崩せるみたいな、そういった選手たちなんで、結構ハーランドのイメージとは合わないっていうか、そんなにですね、具体的にレアルは狙おうとしてないんじゃないかと思うんですね。で、あとはユベントスに関してはデリフトをですね、ライオラが顧客としてですね、こう所属させていますし、ロナウドのパートナーに関しては、今ディバラとイグアインって感じですけど、ディバラはアシスト役って感じですね。で、イグアインに関しては、自分が得点決めたり、スペース作ったり、ポストプレーで落としたりしますけど、運動量を継続させるのが難しいところがありますし、ユベントスはもともと戦力外にしていましたので、ここにですね、ちゃんと守備で献身的に走れて、なおかつね、正統派なセンターフォワードっていうのは必要だと思うんです。その後ハーランドっていうのはライオラとの関係もですね、悪くないですし、もともとね、ポグバのところでユナイテッドに移籍させようとしてみたいなところで、揉めたって言いますか、この後の移籍のオファーが来たら、もうそこをね、こう移籍の条件飲まないと、そこの移籍のね、オファー来た時点の何パーカーももらえるみたいな、そういう契約していますので、こうビジネスに対してしたたかな悪同士が組んでるみたいなのがユベントスとライオラの関係だと思います。っていう風になると、ハーランドもですね、一旦ユベントス経由させて、ロナウドのパートナーとしてちゃんと出番得られるなら、一旦ユベントスかましといて、でも違約金でですね、出ていけるようにはちゃんとしといて、その後バルサでやるとか、そういう風にですね、こうプランを考えても、もしくはプレミアって考えてもですね、おかしくないなという風にそういう風に思いますね。あとスパーズなんかね、ケインを放置したら、そのお金をね、ハーランドの違約金に突っ込めばですね、トップで体を張れるセンターフォワードでですね、守備にも貢献する、そして得点力もあるというモーリーの理想にかなうかなと。ポストプレーの安定感というまだまだ足りないですけど、それでもですね、モーリーニョとしては非常に欲しい人材として、ハーランドっていうのは一人挙げられると思います。で、ここで最後に紹介したいのはですね、パリ・サンジェルマンのフォワード勢、カバーニなんかは今回までの契約でボカジュニオーズとかありますけど、アトレチコはね、冬に1回オファーを出していました。これがね、契約切れてカバーニが今のパフォーマンス続けるんだったら、怪我がちなジエゴ・コスタ、いまいち頼り切れないモラタっていうところと、ジョアン・フェリックスもですね、こう試合によってね、波がありますので、なんでここにですね、カバーニを入れてこうローテーションしながら、ジョアン・フェリックスとかビトロとかサイドに使うっていうのも十分あると思います。あとはイカルディは今回までのレンタルでして、で最有力はまあミラン、ミラノにですね、家族が住んでいますので、なんでそっちに行きたいっていうところで、インテルに戻れない以上ですね、ミランに入るんじゃないかとかね、さっきの年俸上限の話は置いといて、そういう話が出ています。あとユベントス、ユベントスに関してはさっき言ったロナウドのパートナーとしてパリ・サンジェルマンでね、ネイマールとかエンバペにやってるみたいに、こう献身的に動き回って自分もね、得点する、この攻撃の時に体張ってポストプレーするみたいな、そういったとこすごく合うと思うんで、アップデートされたマンジュキッチのイメージかなっていうふうに思います。で、時点でレアル・マドリードのベンゼマのパートナーとか、アトレチコ・マドリードでですね、シメオレが、同じ同郷のアルゼンチンですので、こう狙うっていうのもありえるかなと思いますし、バルセロナに関してはスアレスがいるっていうのと、メッシとね、この代表でそこまで相性良くない
ないというか、まあ、キシオペスの奥さん寝取った問題でアルゼンチンの、ね、神様マラドーナが怒って、それでねあんまりあのアルゼンチン国民に好かれてない状態で代表入れられて、そんなにうまくいかないみたいな感じだったんで、バルサっていうのは元カンテナですけどないと思います。でさっき言ったあのスパーズっていうのは、まあね、あの権威出した後のことを考えたら、このイカルディっていうのはね、こうモーリーニョと共闘するこのヒール的なキャラとしてもですね合うなっていうふうに思いまして、ね、ロナウドだったり、まあ、当時のロナウドかなりヒール的なキャラなんでね、マドリでロナウドだったりイブラヒモビッチとかとこうねうまくやって、今はねデリアリをねなんとか操縦しているモーリーニョって感じですので、イカルディっていうのもかなり合うと思います。でね、パリサンジェルマンの話に戻しますと、カバーにイカルディが出てった後にトゥエルがねすごい好みそうなのはハーランド、やっぱりね前線のフォワードで守備をきちんとやってくれて、戦術に従いながら得点を取ってくれる感っていうのはハーランドにありますので、ここに考えるとエンバペがいなくなった後にハーランドがそこに行ってちゃんと違約金をねかますことによってですね、パリサンジェルマンから出ていきたい時にですねちゃんと出ていけるようにするみたいな、そういったね歴史が繰り返されるってことは起こるのかなと思います。こんな感じでいかがだったでしょうか。僕が語りきれなかった部分はですね、ぜひとも皆さんの方でコメントでですね補足していただいて、このページに来ればですね、この大物フォワードたちの移籍の動向をですね追えるようにしていただけたら嬉しいです。面白い動画だと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レザルトボーイでした。ボーイ。プロフェッショナル最高峰の視点、堀口徹。仕事中は適度な緊張感を意識してますね。何時間も集中しないようにあらかじめ休憩時間を決めてるんです。その時間がパフォーマンスに影響するという。目のケアは気にかけています。江戸切子で二十歳を祝う、それを文化にしたいと考えています。親が声を、どうも。28球の選手を取ってこようとするクラブってもっと若い選手を取ってくるべきだみたいな批判浴びるけど、 2,3 年経った頃に大体チーム移籍させてなんかこう入れ替わりさせたくなるぐらいだから結果ちょうどいい。どうしみなさん、ボールです。若すぎると移籍させたい時期に全盛期来ちゃいますからね。全盛期取ってきてちょい衰えたぐらいでなんか新たな全盛期みたいなのがビッグクラブにはちょうどいいみたいな、そういったパターンあります。というわけで始まりましたトークザートボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日のテーマはこちらです。レアルマドリー対バルセロナ徹底比較分析、優勝争いを分ける采配と進化というわけで、はい、今ですねレアルマドリーとバルセロナがまあねラリーガで優勝争いをしていまして、その中でねバルサのピケがまあねレアルが取り戻すとは思えないみたいなですね、まあそういった発言をしまして、そんなですねまあバルセロナ本当に優勝争い厳しいのかと、先に言っときますとかなり厳しいです。もうねあの監督、そしてですねバルセロナのまあ監督め、もう戦略戦術どっちもボロボロで、どのくらいレアルとバルサがですね今状況が違うのかっていうのをですね、今日はねなんか勢いがすごいとかですね、なんかレアルの方が調子良さそうぐらいじゃなくて、きちんとここのポイントでバルサはですね今のレアルマドリードに対してかなり劣ってるっていうのをですね紹介して、それでもバルサがですねまあレアルに勝つためには、優勝するためにはまあどういったですねまああのこう条件が必要なのかみたいな、そういった話をしていきたいと思います。というわけでいきましょう。まずレアルマドリー直近のフォーメーションスタメン、こんな感じでした。はい、4-1-2-3 でハメス・ロドリゲスと、バルベルデの位置はですねちょこちょこ入れ替わってましたんで、バルベルデが右の時もありましたし、 4-4-2 になってハメス・ロドリゲスがですねまあその2トップの、このベンゼマ役から少し下がり目の位置をやってることもありましたんで、その辺はですね相手の、まあ、ボールの回し方だったりですとか攻撃が終わった時の形に合わせてですね、守備をまあね組み替えていたっていうのがレアル・マドリードのやり方だと思います。でですねレアル・マドリードが特に良くなったポイント、それはですねやっぱり前線に走り込む選手が増えましたね。レアル・マドリードの、まあ、悪い時のパターン、勝ちきれない時のパターンっていうのはもう1個です。ベンゼマが空けたスペースを使わない時、これもうですねロナウドがいなくなった後のレアルマドリードをですね表す時に、僕何回言ったか分かんないです、そういう T シャツ作ろうかなっていう風に思ったぐらいなんですけど、そのぐらいですねベンゼマが空けます、今まで使ってた選手がですねまあいなくなって、次の選手がそういうね使うタイプの選手がずっと入ってこなかったんですよ。もうウイングもねアザール取りましたけど、アザールもですねその前のビニシウスも同じように入ってくタイプではありませんし、逆に入ってくストライカー型ウィンガーみたいなね、そういったヨビッチだったりとかマリアーノはそこまで信頼されていません。でね、あの守備的なあのバスケ使って、ね、守備はできるけど入っていかないからやっぱり勝ち点3は取れないよねみたいな、そういう感じになっていましたけれども、最近のレアルマドリードですね、このベンゼマが開けたところにですね、このウィングも入ってきますし、インサイドハーフ
特にですね、クロースなんか低い位置で散らしてるイメージあったじゃないですか。そのクロースが入っていくこともありますし、またね、そういった、後方に選手が多いときはカゼミロ上がっていく。なんならですね、センターバックのセルヒオラモスが縦パスカットしたそのままの勢いでですね、ベンゼマが開けたところ入っていってクロス待ち受けるみたいな、まあ、先日ねアザールからのアシストで決めましたし、そういったですね、本当ベンゼマ開けたところをみんなで使おうみたいな、そういった状況になっているわけなんですね。で、それだけじゃなくてちょっとね今回画像で説明したいんですけど、このシーン、はい、先日のレアルソシエダ戦40分43秒の試合、緑色のユニフォームのチームがレアルマドリードで左から右に攻めています。これね、右サイドバックのカルバハルがちょっと内側に入ってボールを持っています。この状況ベンゼマが下がってきています。そのスペースにですねセルヒオラモスがいる。これセットプレーの流れからじゃないんですね。さっき言ったように、後方でカットしたところからですねセルヒオラモスが前線まで上がりました。この時にラモスもいて、なおかつビニシウスもちゃんといるっていうですね、このようにベンゼマが開けたところにちゃんと前線にですね選手が入っていってる状況なんですね。で次のプレーでこのようにね、カルバハルがいきなりここ現れましたけど、ここにいたカルバハルがこのね、バルベルデにボールを出して確か走っていって、このようにボールを受けて内側に折り返したシーンだと思うんですけど、この状況ですねお分かりでしょうか。深い位置からクロスを上げるんで選手たちね、レアルソシエダの選手たちがみんなこっち向いてるんで内側の選手フリーになりやすいんですね。なんでこのようにボールをねこのクロス入ってきた時に叩き込めるような、まあ、そういった状況のところに選手います。これ悪い時のレアルマドリードだとここ上げる時に全然いませんねみたいな、まあ、そういった状況を今シーズンよく見たと思います。ただこれが、中断明けにですねかなり少なくなっていて、オフザボールの動きがレアルマドリーかなり改善されているんですね。でそれ以外のところで言いますと、カゼミロがですねアンカー落ちの形でそこからビルドアップするみたいな、こともやりますので、かなりビルドアップの引き出しも、増やしているんですね。なんでそういったところでこう時短が改善したのか選手たちの意識が変わったのか、そこまでは分かりませんけど、ただねセンターバック間を空けてそこにアンカー落ちてくるっていうのはね、選手たちだけでやれるもんなのかどうなのかっていうのも、こればっかりはレアルマドリードレベルの選手ならできるかもしれませんし分かりません。ただ、結果としてね今ピッチ上の現象で起きているのは、最後のフィニッシュワークのところ、そしてですね後方からのビルドアップのところでですねレアルマドリードが今まで以上にですね引き出しを増やして進化していて、それが結果につながっているってことなので、このねレアルマドリードのこの進化の恐ろしさっていうのを皆様にお伝えしたいと思いました。では対してバルセロナですね、スタメンはアスレチッククラブ戦のものでして、スケセティエン監督になってから良くなったところほとんどありません。問題点だらけです。でその問題点が何で問題なのかっていうのをですね、やっぱりバルベルデ時代からこう見てますんで論理的に全部説明できてしまいます。それ3つ皆さんにお伝えします。まず1つ目はですね、主力のコンディション、これに関してはちょっとねキケセティエンだけが悪いことじゃなくて、キケセティエンはむしろかわいそうなんですけども、ただそのね主力のコンディションに合わせた修正をできていないというところは、危険設定に問題があると思います。まあ、順を追って説明しますと、まず怪我明けの、ルイス・スアレス、そしてウンティティのコンディションが悪すぎて、スアレスはボール収まらないですし、パスもずれると。で、ウンティティに関しては、相手に対してのアタックがですね、こう緩すぎて、かなり相手に自由にプレーさせてしまってたりですとか、こうね、体の向きを整えられないみたいな、そういったね、怪我明けのウンティティあるあるの状況が結構続いています。あとはですね、調子の落ちた選手が、アルトゥールと、そしてビダルですね。アルトゥールに関してはですね、この後説明しますけれども、ちょっと適正と違う役割をやらされているんですよ。そしてビダルに関してもですね、後方から中央のミッドフィルダーをですね使ってボールをつなぐ、今までのねバルセロナのですねやり方ですと、前からどんどんプレスをかけられた場合、スアレスに対してロングボールを出して、そのスアレスがですねヘディングだったり胸トラで落としたボールを後ろから上がってきた選手、メッシだったり、2.5 列目インサイドハーフの選手が拾ってっていう形がありました。ただそのスアレスがですねいなかったりコンディションが悪い時期に他の形を作れない。なんでどういった形にするかっていうと、後方に降りていった選手にパスを当てますので、プレス体勢の低い他の選手に比べてボールを失いやすいビダルがですね激しいプレッシャーの中でキープしなきゃいけない状況になってしまっているんですね。そしてそれを得意な選手たちですね、中盤の柱だったデヨング、そしてメッシ、こういった、ね、プレス体勢高い選手、デヨングに関しては怪我してしまいましたし、メッシに関しては少し厳しい状況になっています。なぜかというとメッシはですねボールを受けやすい状況を作ってあげている選手、この選手が怪我してしまったので、それがセルジロベルト、右サイドバックとの関係が非常に、このメッシのですねプレーを助けていました。メッシがボールを持った時に、
確なタイミング、的確なコース取りでですね、オーバーラップ、インナーラップを使い分けるんですね。それによってメッシについていたですね、マークを1人引っ張ってくれますので、メッシがですね、1対1、もしくは自分の状況からドリブルで駆け引きでどんどん仕掛けられると。これがですね、攻め度になるとちょっとですね、上がるタイミングだったり上がっていくコースのおかしさっていうところでメッシのプレイリズムが、狂ってしまうんですね。そしてもう一つがですね、攻め度に関してなんですけれども、センターバックから攻め度へのボール、このね、センターバックボール持ってます。で、相手のフォワードが自分にマークついてますと。で、そしてですね、右のサイドバック攻め度ですね、ピケから攻め度にボールが出るとき、攻め度が相手のサイドハーフよりも高い位置にいると、そこにボールが通った場合、相手のサイドバックが出てこなきゃいけない。この場所をファジーゾーンと言います。あの、曖昧な場所なんでね、サイドアップかサイドバック、どっちがマークにつけばいいかわからない状況に、このね、攻め度を置いてあげて、そうすると攻め度にボールが通った時に相手のサイドバック釣り出して、より一層メッシがフリーになるみたいな。ただこのですね、ポジショニングは攻め度得意じゃありませんでした。それは改善されてます。それはいいところなんですけど、もう一つの応用のポイント、メッシからジョルディアルバっていう、そのね、左足でメッシがアルバに綺麗なパス通してアルバが折り返すってパターンあるじゃないですか。あれの逆バージョン、左サイドからの長いパスに攻め度が飛び出すみたいな、こういった形がセルジオベルトよりも非常に少ないんですね。相手がですね、こう中央に固めた状況から一番開くはずのサイドですね、一番開くサイドのところから斜めにね、大外から入ってくるみたいな、そういった動きのですね、タイミングが合わなかったり単純にやらなかったり、そこのですね、クオリティの差がセルジオベルトと攻め度でですね、非常に差があります。なんでどうしてもですね、バルセロナの攻撃っていうのは中央もしくは左に寄ってしまいまして、相手にとって非常に対応しやすい状況になるんですね。これに関しては先日のリバプール戦も、リバプール対、バートン戦もそうでした。ロバートソン怪我でミルナーでなんとかやってたところ、ジョー・ゴメスになってしまうと、もう左がなくなってね、あれだけの、ね、攻撃力を要する、リバプールでも苦しむくらいですから、これね、バルセロナも同じような形でですね、サイドバックで結構地味キャラなセルジオ・ベルトとセメドなんて、変えてもあんま変わんねえだろみたいに思う方いるかもしれないですけど、これ実際にめちゃくちゃ差があります。でね、こうバルセロナに関してはダニアウベスって選手がいた時に、ね、ペップが来た年にダニアウベスが来て、それでチャンピオンズリーグ2回取って、その後のルイス・エンリケの時もダニアウベスがサイドバックでしたから、ダニアウベスがいなくなってからチャンピオンズリーグ取れてない、そのぐらいですね、サイドバック、右サイドバックが右に流れてくるメッシを助けてるっていうのは非常に重要なことなんですね。なんでこれ、攻め度にですね、非常に攻撃の負担をですね、かけてしまっている。これ攻め度が悪いというより攻め度の良さを生かさなきゃいけないんです。攻め度が高い位置に上がってですね、攻撃をするのが苦手なら、確かにドリブル突破とか股抜きとかやるときありますけど、周りの選手との共有力、同じ絵を見たりとか、他の選手がパスを出すときにどういったコースでどのタイミングで走ればいいみたいな、そういったところちょっと攻め度苦手なんで、攻め度に関しては、ユナイテッドのワンビサカとかもそうですけど、低い位置でね、守備の時のフィルターだったりとか偽サイドバック的な役割、シティリーウォーカー的な役割ですね、それをさせてあげて右に張って仕掛けられる選手を、置いておくと中の選手もフリーになると。ただそういった選手バルサにいないんでビダルがやっちゃってるんですよ。この辺なんかキケセティンよりも今の強化部、アビダル、そしてアビダルの前の人の責任なんですけど、ただこれはですね、バルベルデは気づいてたんですね。だからウィリアンの獲得、チェルシーのウィリアンの獲得を高額でも進めようとしてたんです。ウィリアンがいることによって右に張ることができる。そうなりますと、高い位置を取れないサイドバックの場合もですね、中央の攻撃が停滞しないという、こういったメカニズムがあって、今このようにですね、サイド攻撃がセルジオベルトいなくなるとうまくいかない状況、できていますので、こういったところはですね、戦略面を怠ったツケが、回ってきていると思います。で、ちょっと長くなりましたけれども、2つ目はですね、修正力の欠如ですね。この画像をご覧ください。これなんですけれども、レガネス戦ですね、相手が、5バックのような、形を敷いてきてるんですよ。これね、ちょっと前に出ちゃってますけど、こういう5バックの形で、5バックの 5-3-2 みたいな形だと、両サイドのウィングバックが孤立するんですね。つまりウイングを使ってる4バックのチームだとウイングサイドバックの2に対してレガネスはですね、ウイングバック1で対応しなきゃいけない状況なので、中央をですね、バルセロナのパスワークさせないために相手チームってこう閉じてくるパターンって昔からあるんですけども、ってなるとサイドの数的優位を使ってっていうふうにやらなきゃいけないんですね。で、こういった時にキケセティンどうするのか。バルセロナの場合、4-3-3 ですけど、メッシ中に入ってって感じで、4-3-1-2 に近いような形じゃないですか。こういう時にですね、サイドの数的優位を使おうっていう風にですね、修正しないんですね。むしろビダルを1列上げてトップ下兼、2トップの一角みたいに上がるみたいな感じで 4-3-1 にして、結局サイドはですね、サイドバックだけに任せてそこの数的優位を作らない。先ほどお見せしたレアルのカルバハルみたいにですね、サイドのバルベルデと2対1の状況で深い位置取ってみたいな、こう突破力のあるサイドがいないんだったらコンビネーションで突破しなきゃいけないんですけれども、ただそういったやり方もしないんで、ずっと停滞した状況なのでですね、この画像の
ようにですね、メッシがこのね3人の間のところで受けて、ちょうどねサイドバックのフィルポがですね上がってくる、このね時間を作ってあげて、そこからですねちょっと、視野がですね相手がこっちに向いたところを折り返してアンスファティが決めたみたいな、やっぱり視野をリセットさせるっていうですね、ウィングバックを使うっていうのが、この必要なんですけど、それをですね、まあ、結局メッシのスーパープレーがあったからできただけで、そのねサイドの修正っていうのをしないです。でこれがですね机上の空論ではないのはですね、バルベルデ時代はこういった停滞した状況の時にもう一人ウィング入れて、デンベレだったりマルコムだったりコーチーニョとかを入れて 4-2-3-1 に変えることによって、メッシが最初から真ん中にいて、サイドにはサイドの選手がいる分ですね、2対1の状況で相手の 5-3-2 のねウィングバックに対して2対1の状況で深い位置からの攻撃をできるっていう、まあそういったパターンでですね、まあ相手のこのね守備ブロックを打破していくっていう、まあそういったやり方できますので、こういったですね修正力、今までバルベルデだとあった部分を失ってしまってるっていうのが、今までのねレアルとバルサのこのリーグ戦での勝ち点差にこう影響を及ぼしていたと思いますので、これがなくなったっていうのはかなり厳しいポイント2つ目だと思います。そして3つ目、メカニズムの変化ですね。これ攻撃の時のメカニズムなんですけど、どう変化したのか、これも画像をご覧ください。はい、これ左から右に攻める青のチームバルセロナなんですけれども、これですねこのライン間にこれね陣取ってる選手、これねアルトゥールなんですよ、インサイドハーフのアルトゥール、そして大外にいるのがグリーズマンで、低い位置にいるのがジョルディ・アルバなんですね。これですね、非常にバルセロナの選手たちのですねこの3人の適材適所を生かしてません。グリーズマンに関しては、まあ、お分かりの通りセカンドトップでですね、この、純粋なフォワードのスアレスの周り動きながら、アトリチコ時代だったらジェイゴ・コスタの周り動きながら裏に飛び出す役割でした。でアルトゥールに関してはダウン3のクロースロール、まあね、サイドバックの後ろとか、もしくはブスケツの脇とか、そういったところでゲーム作りながら、こういったところにくさびのパスを入れたりとか、シェア率を高める、役割をしていました。そしてジョルディ・アルバは、まあ、知っての通りこう上がっていって折り返すっていう、まあ、そういったねすごいサイドバックですけれども、その一人一人がですね、ジョルディ・アルバは上がれない、アルトゥールは後ろでゲームメイクできない、グリーズマンは大外にいるっていう、こういった形めちゃくちゃ多いんですよ。なんでこういった適材適所がですねなくなったことによって、メッシがこう入ってきてもインサイドハーフ、アルトゥールがまあ得意じゃないここにいろっていうですねポジショニングをさせられることによって、ね、グリーズマンがここにいないんで、こういう斜めの走り込みがないで、グリーズマンが外にいるってことはジョルディ・アルバがここいないんで、こう入っていったグリーズマンによって空いたスペースにジョルディ・アルバが行って、メッシがそこにボール出すっていう黄金パターンを使えなくなってしまったんですね。このね対応されてない黄金パターン使えないっていうわけわかんないじゃないですか。この新しく取り入れた形が選手たちを苦しめてるっていうのは非常にね地獄みたいな状況だなって思ってます。そしてもう一つ起こってる問題がですね、ビルドアップ面なんですけど、後方でのパス回し非常に遅くなっています。それなんかはですねやっぱりブスケツがね降りていくこととか、この状況だとダウン3やってるような感じなんですけども、この位置だとセンターバックサイドバックよりちょっと前に行ってますんで、この位置で受けようとすると相手のプレッシャーきつくなってしまうんですね。むしろもうちょっと降りていかないとちゃんとね視野を取れないような、まあ、そういった場所でボールを受けてわざわざターンしなきゃいけない状況です。まあ、こういったところでタッチ数が多くなって、それによって守備が整ってしまう。でこういったところから一個飛ばしのパスっていうのが少ないんですね。この状況だとくさびのパスが入らないと思うんですけど、角度的に。ただピケに渡してこういう角度のあるじゃないですか。こういった一個飛ばしのパスが減ってしまってる、つまりですね選手たちに迷いが出てパスのテンポ悪くなっていまして、それによってですね必要なところに陣取ってるメッシだったりとか、空気を陣取るグリーズマンだったりスワレスにボールが入らない状況が生まれてしまってるんですね。ここでやるべきことなのは、選手が技術を発揮しやすいように、戦術だったりですとかメカニズムを作ってあげるっていうことだと思いますので、そのあたりで危機設定整備をしきってないでね、これがね時間足りないっていう言い訳があるんだったら、それこそですねこのシーズンの途中に危機設定に急にね監督を変えたですねアビダル含めですね幹部の問題だと思います。そして最後は守備面、守備が弱いチームでですねタイトルを取ったチームっていうのは本当ないと思います。なんでその辺でレアルとバルサの守備ってどういう差があるのかっていうのをここでお話したいと思います。はい、レアルバルサは両チームとも同じシステムですので、赤の方のチームをですねレアルバルサだと思ってください。でこういった状況の時ですね、相手のビルドアップの時、これがですね非常にまあレアルマドリード、まあ僕はもう一個進化を感じたところでして、このねビルドアップをですね困らせるためにワントップのねまあベンゼマの脇にですねまあ選手が出てくるんですよ。インサイドハーフの選手が出ていったりとかして、まあそういった時にですねまあこんだけピタってマークはなかなかついてないですから、こうサイド2サイドでこうボール回してる時、こういった時にですねこの浮いてる中盤の選手、
この浮いてる選手をどういう風に埋めるかっていうところで、インサイドの方が出ていくパターンもあれば、逆サイドのウイングが絞ってですね、それで埋めるみたいな。特にですね、ビニシウスなんかかなり守備がですね頑張るんですけれども、あんまりですね、この注意深くできないところがあったのが、逆サイドからこう絞ってきてこういったところを埋めるみたいな、その今ですね自分の持ち場を捨てる判断っていうのをするのが非常に上手くなったと思います。で、こういったところをですねビニシウスとかがいけない場合はですね、ベンゼマとかがね守備しないイメージあるかもしれないですけど戻ってきたりとか、まあ、そういった形でね自分のですね、持ち場を離れて本当にね危ないところを埋めるっていう、そういったアドリブ的な守備をですねするシーンが非常に増えていますので、その辺、レアルマドリードの、レベルアップを感じます。なので先日のレアルソシエダみたいに後方からボールをつなげるチームに対して右サイドにバルベルで左サイドにビニシウスというですね、守備をきちんとできる選手を入れたのは、こういったですね後ろからのビルドアップで、このね危ないところ中央のですね攻撃の起点になるような、そういったアンカーだったりダブルボランチの一角の選手ですね、下がってきた選手に対してきちんと持ち場を離れてサイドバックを離してマークに行くみたいな、それによって近いパスを防いで、サイドチェンジを失敗させるみたいな、そういったことができていましたので、これがレアルマドリードのいいところ。逆にバルセロナの場合はですね、ちょっと守備の仕方がこっちもちょっとアドリブ的なところがあるんですけれども、インサイドハーフ2枚で3トップっていうのは変わらないんですが、インサイドハーフが出ていった時にメッシがですね、さっき言ったみたいにこのボールのある位置また違いますけど、こう絞るみたいな、そういった形はあるんですけれども、メッシが前残りになってこの 4-4-2 みたいな、こういったパターンになった場合、その時にですね、中盤の選手たちがこの攻撃が終わった後の形でちょっとこの中盤の低い位置の選手に対して離れていたりとかすると、ここをねもうブスケツが埋めに行けるかどうかみたいな、結構ブスケツ頼みみたいな、そういった、守備の仕方になってしまってるんですね。なんでこのあたり相手チームが強くなればなるほど後ろからつなげるチームが増えてきますので、バルサとレアルの差っていうのはこのねウィングに絞れる選手を置いてるのかどうなのかっていうところと、このトップがプレスバックできるのかどうかみたいな、クアレスもやらないわけじゃないんですけど、どうしてもねベンゼマと比べると怪我明けもあってですね、こうそこのですねまあ運動量に差がありますので、まあそういったところが強いチームと当たるときにはより一層顕著になると思います。なのでかなりレアルマドリードの優勝の可能性は高いんですが、それでもレアルが勝てるとしたらですね、ジダンがそういったね、最初に紹介したような裏抜けだったり奥行きを作るようなゴール前に飛び出していける選手を使わなかった試合、歴史戦みたいなね、まあ、そういったジダンが采配を失敗して、なおかつですねセティアの修正力のなさっていうのは治らないと思いますので、バルサが、メッシ中心にスーパープレイしてみたいな、今回のアスレチック戦もね、結局ラキティッチがイレギュラー的に上がっていったところ決めたっていうですね、戦術的な修正と別の部分での得点でしたので、そういったレアルマドリードのミスが何個か重なってバルセロナの方でですね奇跡的な爆発が起きないと今の順位はひっくり返らないなというふうに思いましたので、動画で伝えさせていただきました。いいねコメント面白い動画だと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。レオザウッドボーでした。ボーイ。こんにちは、滝です。進撃の巨人最新刊の時点でこれだけは抑えておかなきゃいけないっていう重要な伏線10個をまとめました。1話目の言ってらっしゃいとエレンはなぜ泣いていたのか、情熱大陸のお前は自由だというコマ、ミカサの頭痛、アッカーマ一族の謎、東洋の一族の謎、145代フリッツ王の考え、英雄ヘイロスは誰になるのか、未来のエレンが見せた景色と、ヒストリアとの密会、スリの少年と何を話したかなどです。最初ですね、第1話の言ってらっしゃいなんですけれども、言ってらっしゃいエレンってミカサが言って、その後エレンが目を覚ましたコマがあったんですね。これの言ってらっしゃいの意味まだ明らかになっていないですね。でさらには髪が伸びていないかと言っていました。実際ねこのコマ見てみると確かにちょっと髪伸びているんですよね。このあたりどういう意味なのかというところと、エレンが最終的に泣いていたんですけれども、これがどういうことか、このあたりですね、まあ、今回私の考察というのは
お話ししないんですけれども、今後の注目ポイントかなと思っています。2つ目、情熱大陸のコマですね。テレビ放送された情熱大陸で作者の伊佐山先生が最終回こんな予想だというコマを出していました。お前は自由だというふうに男性がですね、赤子を抱きかかえて、言っているコマです。結局これ誰なのかってまだもちろん謎ですね。でよく言われるのが、まあ、この男性がエレンじゃないか、そして抱いているのがエレンの子供じゃないかという説ですね。あるいはエレンがヒストリアの子供、今作中で唯一妊娠しているキャラクターはヒストリアなのでヒストリアの子供を抱いているんじゃないか。であるいは、階層的にですね、過去のグリシャっていう父親が子供のエレンに向かってお前は自由だって言っている可能性もあると、まあ、このあたりの可能性がありますね。で3つ目、ミカサの頭痛の意味です。ミカサ作中において何度も何度も頭痛を起こしているんですけれども、これについてまだ謎があるんじゃないかなと思っています。28巻でですね、エレンが頭痛について触れてはいました。力に目覚めたアッカーマンは突発性の頭痛を起こすことがよくあったと。本来の自分が宿主の護衛を強いられることに抵抗を覚えて生じるらしいって言っていたんですけど、これ本当かちょっとわからないですよね。例えばアッカーマンに関して言うと、リヴァイとかケニーっていうのは頭痛描写がなかったりします。でさらにはアルミがこのエレンの発言に関してはいろいろ嘘だっていうふうに後に語っていたりもしたので、そのあたりですね、考えるとミカサの頭痛にはやっぱりまだ何か意味があるんじゃないかなという感じしますね。で4つ目、アッカーマン一族の謎なんですけれども、アッカーマン一族、エレンの言葉によると、ユミルの民をいじくり回した結果偶然できたのが人の姿のまま巨人の力を引き出せるアッカーマン一族で、さらには彼らは身体能力が高められるだけじゃなくて、道を通じて過去のアッカーマン一族の戦闘経験を得ることができたと。ということで、まあ、アッカーマン一族の強さの理由っていうのは、まあ、明かされたんじゃないかなと思っています。しかし気になるのがパラディ島にいた理由ですね。まあ、エルディアの王を守るため145代フリッツ王についてきたっていうところはあると思うんですけれども、じゃあその場合、145代フリッツ王と対立したのか、どのような関係だったのかっていうところですね。このあたり詳細はまだ明らかになってないですね。フリッツ王から、まあ、邪険に扱われたっていうところは明らかなんでしょうけれども、具体的にどういう話があったのかっていうところ、ここが注目かなと思います。テレワークで目が疲れてませんか？疲れ目15秒ストレッチ始めましょう。ボールを目で追ってください。リバエルハートを加えたことを懺悔してよ。ブラモ、お前最高だよ。まあまあそんなに騒ぐな。あの女魔術師がラドビットの小僧に危険を知らせることはない。むしろ奴の暗殺に協力したいと言ってる。テレワーク、お疲れ様です。彼女からヒントを得たんだ。まるでひらめきを与えてくれる女神だな。何をひらめいたというんだ。宇宙人さんを見たらさ、話さなきゃならないことは山積みだ。私たちも、お前は確かラドビッドに雇われてフィリパを探していたよな。遭遇したらさ、向こうもめちゃくちゃびっくりするよね。まあするんじゃない。お互いさ、わあわあってなるよね。うん、なるね。楽しみだね。ね。まあな、まだ彼女の隠れ家を見つけただけだ。楽しみってどういうこと？何が言いたい？楽しみって？お前の協力があればフィリパを仲間に入れずに彼女を利用できる。人間とラドビットはお前が彼女に関する情報を報告すると思って、宇宙人と宇宙人、お前はただ彼女の名前を出して彼女の行方の手がかりを掴んでいるような素振りを見せれば、ああ奴は食いつくぞ。びっくりするんだ。パリと糸、おもりに加えて竿まで手に入ったわけか。そう、楽しみだねって。どうする、宇宙人に会ったら。握手するかな。握手するの？うん。写真は撮るよ。写真写るかな、宇宙人。確証はないが、ラドビットが俺の話を信じて食いついたとしよう。それでどうする。科学的な、フィリパの隠れ家を発見したというんだ。どこか俺たちが罠を張って待ち伏せしやすい場所がいい。心当たりはあるか。宇宙人だ。聖堂島に通じる橋がいい。身の側に建物が密集して、物陰に狭い道が多いから、町の他の場所から切り離しやすい。地球人だと宇宙人だよ。それがいい。俺の部下を二手に分けて、半分を橋の門に、もう半分を反対側の門に。中央には石指を持ったフェスを配置する。いいかけられると、お前に頼みたい仕事はラドビットを散歩に連れ出し橋まで来させることだけだ。あとは
ちに任せろ。どうもかな。日本語ね。そうだね。そもそも何語だろう。5つ目、東洋の一族とミカサの謎ですね。東洋の一族というかヒーズル国はエルディア帝国の同盟国だったということは明らかになっています。ただね、ヒーズルっていうまあ小さな国がなぜエルディアっていう超大国と同盟でいられたのかっていうところ気になりますよね。そしてヒーズル国の中でも偉い人々、将軍家のご子息がなぜパラディ島にいたのか、フリッツ王家と仲良かったのか、このあたりに関してもまだ謎があるんじゃないかなと思ってます。そして将軍家といえばミカサですね。ミカサの入れ墨の正体、これ将軍家の末裔の証ということが判明したんですけれども、このあたりやっぱり謎がまだ隠されてるんじゃないかなと。将軍家がなぜパラディ島に留まっていたのか、どんな会話をフリッツ王としていたのか、そしてミカサの入れ墨の意味ですね。将軍家末裔っていう設定なんですけれども、別にヒーズル国の住民とか東洋の一族の一人っていう設定でもよかったのに、なぜわざわざ将軍家の末裔っていう設定がミカサに与えられているのか、このあたりにおそらく意味があるんじゃないかなと思っています。で、6つ目ですね。145代フリッツ王の考え、まあ、今東洋の一族とかアッカーマンって話をしたんですけれども、ここと非常に絡みそうなのが145代フリッツ王ですね。100年前に壁の中にます。しかし気になるのがパラディ島にいた理由ですね。エルディアの王を守るため145代フリッツ王についてきたっていうところはあると思うんですけれども、じゃあその場合、145代フリッツ王と対立したのか、どのような関係だったのかっていうところですね。このあたり詳細はまだ明らかになってないですね。フリッツ王から邪険に扱われたっていうところは明らかなんでしょうけれども、具体的にどういう話があったのかっていうところ、ここが注目かなと思います。5つ目、東洋の一族とミカサの謎ですね。東洋の一族というかヒーズル国はエルディア帝国の同盟国だったってことは明らかになっています。ただね、ヒーズルっていうまあ小さな国がなぜエルディアっていう超大国と同盟でいられたのかっていうところ気になりますよね。そしてヒーズル国の中でも偉い人々、将軍家のご子息がなぜパラディ島にいたのか、フリッツ王家と仲良かったのか、このあたりに関してもまだ謎があるんじゃないかなと思ってます。そして将軍家と、俺にそれを言う。そんなに気になるのか。全然。ただラドビットには死んでもらわないと困るわ。協力を求めてくれないのも残念。でも私にできることはするわ。ほら、これを持ってて。指輪か。レダニアのわしの紋章が刻まれてる。ラドビットの父、ビジミルのものよ。それを渡せば私を捕らえたと信じ込ませることができる。信頼すらされるかも。助かる。ありがとう。いいのよ。ラドビットから解放されるためなら、今の私はどんなことだってできる。幸運を祈るわ、ゲラルト。他にいる間ならいくらでも来ればいい。ほう。ウィッチャーのゲラルト、何の用だ。一件だ。フィリパ・エイルハートの情報がある。武器はこっちで預かる。ではついてこい。陛下、ウィッチャーがフィリパ・エイルハートに関する知らせがあると。
今度こそは魔法の水晶などよりマシなものを持ってきたのであろうな。彼女の居場所が分かりました。本当か？他の者たちのように騙そうとしているのではあるまいな。この仕事は信用が何より大事です。証拠も持たずに来るほど愚かではありません。父の指輪、フィリパは布告書にこの印を押し、王の言葉として広めていた。あの女はどこにいる？目と鼻の先です、陛下。ノビグラドで聖堂島への橋のたもとの家に住んでいます。なぜ引き連れてこなかったのか？連れてくるには捕らえなければなりません。後をつけて居場所を知り、証拠の指輪を盗み出すのがやっとでした。あの女を恐れたのか？いいえ、陛下のお望みは彼女の命を自らの手で終わらせることかと。世と共に来るがいい。ヒューブレヒト、兵を集めよ。いかほどに？全軍だ。それでどこに？フィリップはどこだ？橋の近くの家に、反対側のたもとのそばです。こちら側を閉鎖し、誰も入れるな。無関係の通行人も追い払え。目撃者はいらぬ。ダミアン、ジョーク、エグバ、フリーク、カスパー、お前たちはここで後方を守り、ウィッチャーを殺せ。まだフィリパの居場所を教えていない。俺がいなければ。心配ない、我々で何とかする。もちろん貴様の案内があれば簡単だが、苛立たしいんだな。貴様は知りすぎている上、何度も世の邪魔をした。それにその尊大な態度には我慢がならぬ。今まで生かしておいた方が不思議だ。ついてこい。遺言はあるか？ウィッチャーを解放しろ。それからラドビットだ。待てろゲラルト、今行くぞ。陣形を崩すな。殺される。無事か？ああ、助かった。計画はめちゃくちゃだ。まあいい、臨機応変にやるさ。間違いを犯したな。
なぜ？くそ。話を盗み聞きしていたあの倉庫でな。なんだと？それを俺たちに黙っていたのか？みんなその話は後にして。ラドビットは死んだ。誰が殺したかは関係ない。目的は果たして、あとは逃げるだけ。すぐにレダニア兵が押し寄せてくるわ。行くぞ。それでどうだった？終わったのか？終わった。ただし何もかもが計画とは違ってたな。詳しくは後で話そう。まずは強い酒で乾杯だ。北方とテメリアに乾杯。テメリア万歳。くすったれのテメリア万歳。まだ早くないか？ラドビッドは死んだが、テメリアの解放には程遠い。戦争は終わってないどころか、その気配すらない。それは違うな。明日の正午に中央軍がエムヒルの名前で停戦協定に調印する。我々とディクストラが同意した文言の停戦協定だ。ではあの時お前がベレンでトロールに捕まったのは？そう、最後の話し合いから戻る途中だった。エムヒルはエイダンとライリアを領地にする。ただしラドビットの首とゲリラ攻撃の中止を条件にテメリアからは撤退し、テメリアは帝国の属国となるわけだ。国内の自治は認められてる。自国の司法と行政と軍隊も維持できるんだ。銀の百合は帝国の大いなる太陽の下で咲き誇る。詩人はそう歌い上げるだろうな。俺は詩人じゃないから他にどうしようもねえだろうとだけ言っておく。まだ何か隠しているな。確かにそうだが、我々はお前が政治に全く向いていないことを知っているからな。魔術師関連の問題を強調したまでだ。これで終わらせることができるなら今すぐ終わらせるべきではないか。この一撃によって一切合切の決着がつくのだから。どういうこと？ベクマスの第1幕第7話のセリフだ。ずっと演じてみたかったが、その他の兵士の役しかもらえなかった。ゲラルト、ザラーの言ったことは忘れてしまえ。ニルフガードとの調停はありえない。レダニアは俺の進歩的な統治のもと、勝利の日まで戦い続ける。そして北方を統一する。テメリアもその一部になる。おい、なんだと？話し合いで決まったことと全然違うぞ。そうだ、我々は一国の不安定な主権を守ることにこだわり、エムヒルに他の全ての北方諸国を差し出したんだ。そんな条件を飲むのは愚か者だ。同意などできん。この二枚舌の裏切り者は絶対に許さんぞ。いや、ロッシュ、お前が一番わかるはずだ。俺には他に道がないことを。なぜ俺が理解しなきゃならない？お前も俺と同じ愛国者だからだ。ゲラルト、お前はもう関係ない。もう行け。放浪の旅がうまくいくことを祈ってるぞ。俺には関係ないことだ。好きにすればいい。だがお前ほど下劣な悪党は見たことがないな。だからこそ俺は最高の首相になれるのさ。さらばだ、白狼。
風がうなっている。我慢の限界が来る前に消えろ。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、仲間の助けがなければ勝てる見込みはなかった。とりわけ強力な魔法が必要だったため、トリスとイェネファーは女魔術師会の再結成に取り掛かった。アバラックもまた自身の計画を立て始めていた。シリスクとかレーシェンとか、礼を知らんのか。戻ってきたか。売りも じゃあ、
ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、仲間の助けがなければ勝てる見込みはなかった。とりわけ強力な。エッセージアイン・アビーン。エクレインケパリーグ。国宝の女は3日に一度しか入力しないというのは本当か？密偵か客か。じゃあな。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、仲間の助けがなければ勝てる見込みはなかった。とりわけ強力な魔法が必要だったため、トリスとイェネファーは女魔術師会の。おとなしくしてろよ。ちゃんと前を見ろ。忙しい。どこに行くつもりだ。ねえ、わかった。Thank you.
元気でな。
ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、仲間の助けがなければ勝てる見込みはなかった。とりわけ強力な魔法が必要だったため、トリスとイェネファーは女魔術師会の再結成に取り掛かる。人肌恋しいな。もうちょっと出らんないよ。まだ待ち受けてくれると安心なんだけど、ここからだ。新鮮な魚をくれと言っただろ。もしやあのリリアの慌てないで。危険なメダルをつけてるな。ここ気に入った。流行の先を行く最新のハブル、ここでしか買えないよ。何を見る？傍らを見る。生まれたばかり。また来たか。その子は救えないと妻を去る。その上着じゃ汗をかくでしょ。免ざりだ。何もかも。お団子が欲しいわね。どうやら、ウィッチャー。永遠の炎に祈りを恋をしてしまったんだ。彼女に捧げるソネットを書いてくれないか。ソネット。この炎の揺るがぬ忠誠。ちょっと終わりだかりな。また来てくれた。何があるか見せてくれ。またな。ちょっとした魅力に何もかも投げ出す。
死体の運搬はあいつだろ。いらっしゃい。金か。ああ、父親を手。いい。またな。雷が落ちたんじゃなきゃなんだ。四百の馬鹿よ、誰が燃やす。あれ、言えば言うわ。頭が冴える。調べそう。ノビグラドの少女。私たち貧しい者を。なんだ。な。あお。昨日子供にキノコを取りに行かせた。森へ？一人で？わかるでしょう。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、仲間の助けがなければ勝てる見込みはなかった。とりわけ強力な魔法が必要だったため、
に。おかげで助かったよ。頑張れよ。冒険したいなら他の冒険したいなら他の場所にして。流れ物クラだ。おい、あの白狼だ。下がれ。ようこそだ。グエント。
船で働こうとしてるんじゃないか。一緒にやればうまくいく。本当だ。頭から。鎧で身を包んだ奴らが5人。わあ！下がれ！一人として、フラヤの巣から戻らなかった。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、仲間の助けがなければ勝てる見込みはなかった。とりわけ強力な魔法が必要だったため、トリスとイェネファーは女魔術師会の再結成に取り掛かった。アバラックもまた自身の計画を立て始めていた。招集だ。ほう。お前たち人間の思考は気色が悪い。ハゲ山での守備は聞く必要があるか。賢者だろう。礼儀として聞いている。もっとも貴様にはそういう概念が欠けているようだが。シリは急いでいた。知っている。手紙にも書いてあった。だがそれに関心はない。貴様はイムレリスを巧みに排除した。私を刺激するほど巧みにな。もったいぶるのはやめろ。疲れてる。将軍の一人を失ったことはエレディンを弱らせた。残るはあと二人。どうやって片付ける。カランシールは中心だ。だがゲールズは違う。彼は前王の追随者だった。その敬愛なる前王を毒殺したのはエレディンだ。どうして知ってる。ハッタリが。奴は謀反を知る者をごく少数にとどめた。その多くはすでに死んだ。質問に答えていない。どうしてかは重要ではない。重要なのはこの状況を利用できるということだ。わかった。それで計画は。ゲールズを連れてきて真相を教えるんだ。素晴らしい計画だ。居場所さえ分かればな。分かる。アインエレの血だ。お忘れのようだな。お前とシリは世界の間を移動できるかもしれんが、俺はそうでもない。ここ以外にも多くの世界が存在することは知っているな。それらは通路でつながっていて、隠された入り口から中に入れる。
無論そのような入り口を見つけられる者は一握り。例えばエルフの賢者が。例えばな。そういった通路の一つがもうすぐ開く。幸運にも我々の近くでな。この建物とブッチャーズヤードの間だ。どうだ、一緒に行くか。行こう。この家は知っている。ここからゴドリングを追い出すはずだった。はず？無害だと判断した。ここだ。一旦入ればゲールズに会うまでは戻れない。よし、行こう。いいか、どこに着いたにせよこれと似た場所を探せ。別々に。その可能性はある。私にはジルエアエルほどの力はない。彼女は時空を操りし者だ。私はこの秘密の知識を少し利用できるだけだ。時は来た。門は嫌いだ。ここはどこだ？ディディウェイト砂漠にようこそ。俺たちの世界のどこかか。貴様の世界にこんな峡谷がある。ほら行くぞ。ここは何なんだ？とても古い世界だ。破壊し尽くされた。生き物はいるのか？水なしで数ヶ月の間生き続けられる砂漠の生物が主だ。なあ、それと地下深くに巨大なサンドワームがいる。気づかれないように注意せねばな。以前は人々やエルフはいたのか？世界を破壊するのは人間型生物だけだと思うか？じゃあ何がいた？意識を持つ怪物の類か？あの崖を見ろ。何か思い出さない？大きな川の底みたいだ。もしくは海底か。ここに水中生物がいたってことか？生物はいない。海だけだ。何が言いたい？多種多様な世界があり、生命はさらに多様だ。その多くは貴様ら人間よりはるかに高い知性を持つ。だがどれだけ知性が高くとも、生命というものはその世界の資源を使い果たしてしまうようだな。ああ、門だ。遺跡のように見えるが、見かけは当てにならぬものだ。
じゃあ何を待ってる。開くのだ。そう長くはかからん。何事だ。サンドワームが我々に気づいた。最高だよ。あまり感じのいい霧ではないな。くそ、息を止めていないと。あと少しで窒息していたな。力の場だ。見てみよう。メダルが音を立てている。間違いない。霧ではないな。くそ、息を止めていないと。あと少しで窒息していたな。避けるか。
走り抜けるかだ。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならない。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなく。するぞ。しかも次の通路を急いで見つけないと。途中で休みながら進めば通路までたどり着けるはずだ。
気難しいエルフの剣じゃ。屋根まで雪が積もってる。いつからこの猛吹雪が続いてるんだ。ゲラルトはエレディンと対峙しなければならなかったが、これはミカサですね。ミカサの入れ墨の正体、これ将軍家の末裔の証ということが判明したんですけれども、このあたりやっぱり謎がまだ隠されてるんじゃないかなと、将軍家がなぜパラディ島に留まっていたのか、どんな会話を振りつおうとしていたのか、そしてミカサの入れ墨の意味ですね。将軍家末裔っていう設定なんですけれども、別にヒーズル国の住民とか東洋の一族の一人っていう設定でもよかったのに、なぜわざわざ将軍家の末裔っていう設定がミカサに与えられているのか、このあたりにおそらく意味があるんじゃないかなと思っています。で、6つ目ですね。145代フリッツ王の考え、まあ、今東洋の一族とかアッカーマンっていう話をしたんですけれども、ここと非常に絡みそうなのが145代フリッツ王ですね。100年前に壁の中に来て壁を築いて、まあ、平和思想を持っていたという人なんですけれども、その後ウーリとかフリーダとかレイスケにその考えっていうのが受け継がれたシーンっていうのは何度か描かれていました。例えばケニー・アッカーマンとの会話で、どうか許してくれ、こんな小さな壁の中にさえ楽園を築けなかった愚かな私よっていうふうに言っていましたね。あるいはその後フリーダ・レイスに受け継がれて、この壁の世界を作り出し初代王の思想を継承した証拠っていうところで、まあ、人がね時々変わるような、そんな人格の変化もあったりしました。そしてビリー・タイバーがですね、145代フリッツ王に関しては、世界を守っていたのは忌むべき壁の王であるカール・フリッツの平和を願う心ということで、言っていたんですけれども、結局カール・フリッツ自身の言葉っていうのがこう回想として描かれたことはないんですよね。ということで、なぜ平和を願っていたのか、彼はどういうふうに考えていたのか、そして巨人大戦のあたりで何が具体的に起こっていたのか、先ほど言ったアッカーマンとか東洋の一族との絡みっていうところもおそらく描かれるんじゃないかなと思います。そしてちょっと補足的な内容としては、始祖の巨人の継承者、まあ、145代フリッツを含めておそらく進撃の巨人の能力を知らなかったんですよね。このあたりについての理由っていうのもそこと絡めてですね、おそらく話されるんじゃないかなと思います。で、7つ目、英雄ヘイロスですね。巨人大戦といえばこの英雄ヘイロスが欠かせないキーワードなんですけれども、100年前人間でありながら大地の悪魔を打ち破って世界を救ったマーレの誇る英雄ヘイロスという話なんですけれども、巨人大戦の裏側の真実として、この英雄ヘイロスは実は作られた存在、タイバー家と145代フリッツ王によって、まあ、作り出されたね、偽物の英雄だったわけなんですけれども、この英雄ヘイロスの話もう一回出てくるんじゃないかなと思います。というのはビリータイバーがですね、マーレには再びヘイロスが必要なのだっていうふうに語っていましたよね。で、このヘイロスっていう設定がなくてもこの巨人大戦の歴史っておそらく成り立つと思うんですよ。しかしあえて入れてきたっていうところで、おそらく英雄ヘイロスの最短っていうのがあるんじゃないかなと、改めてですね、ガビとかファルコとか誰か分かんないですけど、ヘイロス的な人物が現れてこの世界を救うみたいな展開あるんじゃないかなと。そうなればも物語にどう絡むのか、このあたり注目かなと思っています。そして8つ目ですね、エレンに関しての話です。エレンはですね、グリシャに未来の記憶を見せたっていうところが30巻で明らかになったんですけれども、この見せた記憶ですね、これが非常に、ここはどこだ、アインエレンの世界か。いや、テッドデリーだ、終わりの時、白き指紋によって崩壊してしまった世界だ。すべてのものの運命だ。時はそれぞれだ。ずいぶん冷静に言うんだな。エレディンは終末に耐えきれず、恐怖に支配されてしまった。同じ過ちは犯さない。どういうことだ。とにかく今は時間がない。別行動にならないとよかったんだが、
その可能性は警告した。どこへ旅に行った？太陽が失われた世界を通った。ギリギリ次の通路にたどり着いたよ。灯台の火はお前がつけたのか？移動の助けになるかと思ってな。どの道、灯台の役目とは道を照らすことだ。ここも安全には見えない。行こう。こっちだ。次の通路はいつ開く？間もなくだ。いよいよだ。ここはティルナリアか？目覚めの宮殿、月の宮殿とも呼ばれ、ゲールズの本拠地だ。美しい街だ。分かってくれて嬉しいよ。エルフの建築は人間のものより少し洗練されている。今日はおしまいだ、我が愛しき花よ。すまないが外してくれ。察するに、これから私たちが論じる話に部外者は厳禁だろ。クレバン・エスペイン・エプカオマン・マーカ、それにリビアのゲラルト、ケドミル。私のモデルは気に入ったか？どこかララドレンに似ている、そう思わないか、クレバン。おそらく身長はな、それだけだ。ああ、なるほど。痛いところをついたらしい。では話題を変えようか。飲み物は？ウォッカあるか？ああ、そうだった。あんな汚いものは飲まないんだったな。忘れてたよ。そうか。実を言うと、お前がここに現れたことに驚きを隠せない。仲間の選び方も興味深い。まさかアバラクがお前に全てを明かしていると思っていまい？たとえアインエレのエルフであっても信頼に値する者がいるはずだ。裏切られなければよいがな。顔に苛立ちの影が見て取れるな。それでなぜここに来た？大殺しが誰か教えに来た。ここに来るために相当苦労したはずだ。これからつく嘘にもさぞや手間をかけたのだろうな。真実だ。夢で見せてやる。夢見術師がいるのか。直感は正しかった。面白くなりそうだ。上品ぶった口ぶりにはうんざりだ。行くぞ。行き先を聞いてもよいか？アインシーデの世界へ。今回は直行する。行くぞ。衛兵が来る前に。
客人を紹介する必要はなかろう。ごきげんよう、ジルエアエル。では本当なんだな、ツバメが狐に味方したのか。私たちを敵対させることはできないよ。アバラックに脅されただろう。忘れたのか、王の寝台を温めさせようとしたのを。君を豚肉みたいに扱った。覚えてる。でもあなたがあいつに私の処遇についてどう話したのかも覚えてる。そして赤の騎兵団がケイヤモルヘンでしたことも。口論しに来たのではない。約束した証拠はどこにあるんだ。夢の中で見ることになる。ああそうだ、夢見術師か。決して偽りのない光景、エレディンがどうやって王を殺したのかを見せたいのか。その後は、私にアイン・エレを率いて革命を起こさせ、アバラックを新王の座に就かせろとでも言うのか。お前の好きなようにすればいい。王殺しに使い続けるのならそうしろ。俺はそれでも構わん。いいだろう。私を夢の世界へと誘い、認識を共有するため、全員がその夢を見る。いいとも。奴と戦うなら、この世界で自分の選んだ場所でやれ。スケリチへ行き、太陽の石を見つけろ。それがあれば、ナウルファーを召喚できる。エレディンもな。奴が増援を呼んだとしても、アインエレはそれに応えない。正しい選択だ。ティルナリアへの新たな門が開かれる。お前が戻れるよう私が保持しよう。解放されるためにデタラメを言ってたのかもしれん。もっと問い詰めるべきだったか。落ち着いて。アバラックは彼をよく知ってる。戻噂をすれば現れたな。ゲラルトが心配してる。ゲールズを簡単に解放しすぎたんじゃないかって。慎重になりすぎることはない。そうだな。しかしゲールズは約束を守るだろう。エレディンの支援を控えるはずだ。何か計画があるよね。話してくれる。太陽の石を見つけたら、女魔術師の魔力を借り、エレディンの船をアンドビクの沿岸に誘い出すのだ。そこで罠を張り、待ち伏せする。ワイルドハントの王が現れたら乗り込んで倒す。そう簡単にいくか。エレディンを倒すのはそう簡単ではないが、女魔術師会の者たちを集めてくれ。その後、ああそうなんだが、野暮用ってのがちょっと気になってな。ノビグラドにいた時、いろいろ問題があってね。そうらしいな。その時助けてくれた人や面倒をかけてくれた人がいて、両方に恩返しをしたいの。一緒に来る？案内してくれ。聖堂島へ行かなくちゃ。そこまで信仰心があったか？ないわね。行きましょう。もうすぐよ。どこへ行くつもりだ？ホワソンジュニアに会う。少し遅かったな。彼は死んだ。ゾルタンに聞いたら、ホワソンは聖堂島で元気にしてるって。この手でやったんだから間違いない。手が滑ったんじゃないの？こんな天気で働く。なぜまた奴に会いたいんだ？彼の目を見てみたいの。それから？わからない。見えたもの次第よ。
んだ？ウィリー氏に会いたい。ウィリー氏は大事なお客をお待ちだ。だ、潜め！穏便に済ませられないか？ああ、上の階に。ゴロつきにしては妙ね。控えめに言ってもな。一体どうしたのかしら？じきにわかるだろう。誰かと思えば、ようやく娘を見つけたか。ずいぶん長くかかったな。ほら元気でしょ。ああ、あの時殺したと思っていたか。びっくり仰天だろ。黙ってろ魔女め。その穴を誰かに塞がれる前にな。うんざりよ。私がケリをつけてやる。おい待て、僕だ。ドゥドゥだ。ドゥドゥビベルベルトだ。気づかなかったか。ドゥドゥ？待てシリ。ディクストラの金庫が空になった後、姿を消したお前を俺はどこで見つけた？ブッチャーズヤードだ。プリシラの演劇さ、僕を舞台に引きずり上げた。剣をしまえシリ。ドゥドゥだ。はあ、全く震え上がったよ。ウィッチャーをからかうのは良くないな。ホワソンジュニア、他になりすませる人はいなかったの？逃げた後途方に暮れたんだ。隠れ続けるのにすぐに思いついたんだ。ホワソンの死を知ってるのは僕たちだけ。ホワソンジュニアの死を悼む者はいない。生前彼が社会に役立つことはなかった。だが彼はその死後に世に貢献し始める。悪人でも人生をやり直す機会は与えられるべきだ。ホワソンにもその機会は授けられた。ドゥドゥという名の。ドゥドゥ勇敢だったわね。思いもよらなかった。僕もだ。とにかく君が元気でいてくれて本当によかった。あなたの喉を切らなくてよかった。面白い業種を選んだな。ドゥドゥは昔から数字に強かった。商売女の店と賭場なんて彼には朝飯前ね。いや、その必要はないんだ。ウィリーの死から2週間後、僕は永遠の炎の光を見たと公言したんだ。違法事業は全て売却した。今は宴会貿易商人さ。ホワソンの部下が反発したろ。組合に顔が利くんだ。貿易は繁盛していて以前の2倍の収益を出してる。ウィリーの部下にとっても財布が倍重くなるってことは雇い主への尊敬も倍になる。用心しろ、バレたら終わりだぞ。ウィリーの部下は鈍すぎて気づかない。同業者も似たようなものさ。それに君たちすら騙されただろう。ひどい結末になりかねなかった。確かに時々少し悪乗りする。でも大抵は慎重だよ。もう時間だ。そうね、
ゴールデンスタジオに行かないと。二人に会えて嬉しかったよ。気をつけて。あなたもね。じゃあな、ドゥドゥ。なぜスタジオに行くんだ。助けてくれた女性に会うの。誰なんだ。ダンディリオンの友人。名前は B よ。ゴールデンスタジオンの接客係なの。ダンディリオンに会わせてくれた。お礼をしたいの。かなりの危険を犯してくれた。かなりの危険？どんな。私、聖堂衛兵団に追われていたの。一緒にいるのを見られたら、鞭打ちかもっとひどい目に遭ったはず。よく面倒に巻き込まれるな。あなたに似たのね。一度ノビグラドによく似た町へ行ったの。でもそこの人たちはもっと背が高くて肌が浅黒かった。ゼリカニアのどこかは。いえ、異世界。くそ。世界を行き来するのはどんな感じだ。門を通るような感じか。それとは別か。少し違う。最初は難しかった。制御するのが苦手で。だからすごく集中して活火山の噴火口に着地しないようにいつもお祈りしてた。アバラクとの訓練がすごく役に立ったの。今では行きたい場所を思い浮かべて目を閉じるだけで完了よ。うんざりだ。何もかも。チャンスを与えた。つかむべきだったな。そんなものクソくらえよ。後悔するぞ、シリガルメ。口に気をつけろ。相手は女性だぞ。口を出すな。お前には関係ないことだ。武器を脱げ。俺が相手になってやる。え、なんだって。乱暴しようとする。止めようとする。そして何度か口論を繰り返し果てしない罵り合いをする。そんな暇はないんだ。お前も剣を抜け。クソッタレメ。ウィッチャー。どうしたやる気だ。新しい歌の題材は決まるね。お前に捧げる。どうどう。ありがとう。今回はいつもより危なかった。逆らっちゃダメって言ったじゃない。チンピラが脅すからここから非人間族を締め出すって。無理な相談ね。B、会えて嬉しい。私もよ、シリ。その魅力的なお連れさんは誰？
警備屋のゲラルトだ。あのゲラルト会えてとても嬉しいわ。いろいろ聞いたわよ。本当か？どんな話だ？例えば数えきれないほど何度も災難から救ってくれたとか、いつも上手に笑わせてくれるとか。シリの話よ、もちろん。でも他の女性には。B、私ここにいるんだけど。はいはい。で、ここには何しに来たの？お二人さん。お礼をしたかったの、すべての。ああ、よしてよ。誰でもきっと同じことをしたわ。あれほど勇敢にできる人は少ない。ありがとう。これをあなたへの贈り物よ。受け取って。まあ綺麗。ありがとう。でシチューを食べていく。今朝宿屋の主人が小豚をさばいたの。ありがとう。でもファーコーナーズに行かなくちゃ。ああ、バルドに会うのね。じゃあ引き止めないわ。あそこでもきっともてなしてくれる。じゃあね。それから彼女を頼むわよ、ウィッチャー。ああ、じゃあな。わあ、素敵な殿方ね。友達の B だが。彼女が何？いや、魅力的だな。ゲラルト、最低ね。何か言ったか？ファーコーナーズに何があるんだ？巡業サーカスのキャンプ。非人間族たちよ。ここに来た時トリスを頼ろうと思った。生活が苦しかった。男爵がくれた武士はみるみる減っていった。でも聖堂衛兵団のせいでトリスとは会えなかった。私はお尋ね者だったわけ。トリスから君に会おうとは。トリスは何も知らなかったの。それどころかノビグラドから離れるためにある錬金術師に会おうとした。彼女を巻き込みたくなかった。ともかく私は狙われていて、いつしかお金も尽きていた。そんな時バルドに会ったの。彼とその一座が助けてくれて B に会わせて。友達はどこだ？シリー、この悪い子め、どこにいたんだ？おいで。この人はおじいちゃんを連れてきたのか？あえが相変わらずね。紹介させて、リビアのゲラルトよ。なあ、ようこそ。噂は聞いてるよ。シリを助けてくれてありがとう。構わんよ、こんな子の頼みはとても拒めんさ。なあ、来てくれてよかった。ギリギリだ。明日にはいなかったかもしれん。ここ立つの？間もなく非人間族の移住が始まるんだ。先に手を打っておきたい。なるほどね。だが馬を2頭失ったばかりで、別の2頭は弱りすぎて何も運べん。どうにかなるさ。出発は明日だ。何も心配しなくていい。ああ、まあな。商人に会いに行く。老いた馬と健康な馬を交換できるかもしれん。バルドが何も心配しなくて済むようにな。何かあったのか？心配するな。あれがアイガーなんだ。夜には陽気な彼に戻る。なぜここに来た？謝りに来たの。急に姿を消しちゃったでしょ。気にするな。重要なのは無事に戻ってきたことだ。これをあなたの親切すべてに少し割り増ししてね。シリー、これは受け取れないよ。断らせないって知ってるでしょ。うん、そうだ、賭けに使おう。今でもレースをしてるか？もちろん。よし、来た、ゲラルト。喜んで。ゲラルト。わかったわかった。昔はもっと早かったぞ。先に行かせてあげたの。早く負け
見てないと落ちるぞ。まだまだ負けん。勝たせてあげたの。見事なレースだ。さて、お祝いしないとな。夜までいろよ。もうすぐ焚き火を燃やしてみんなで囲むんだ。私が口出しすることじゃないけど、あなたがイェネファーと一緒になって本当に良かった。同感だ。時間をかけたわね。互いに向き合うのに時間が必要だった。それでどんな感じだった？うん、そうだな。まあ山頂、ようやく自分がいるべき場所にたどり着いたような気がした。ワインは？ありがとう。参加できてよかった。同感だ。みんなに好かれてるな。私もみんなが好き。ああ、仲間に入りたい。飲んでレースして町から町へ旅する。何の心配もせずに。いい考えだ。一緒に行こう。決まりね。楽しみ。戦いの後、私たちが灰になってなければだけどね。簡単なことじゃない。だが女魔術師会とアバラックがいればきっと成し遂げられる。ワイルドハントを倒しても、どういう意味だ？約束だぞ。冗談よ。時々彼らが羨ましいの。彼らみたいに酔いたいってことか？なら今がチャンスだ。そういう意味じゃない。平凡でありたいのよ。人生は自分だけのものだ。どう生きるかは自分で決めろ。そういうわけにはいかない。分かってるでしょ。全部この古き血脈のせい。こんなのただの呪いよ。いろんな力を受け継いだけど、そのせいでずっと誰かに追われてる。もう終わらせる時だ。エレディンを倒せば自由になれる。本当に？エレディンだけじゃない。私を狙ってる人たちが他にもいる。女魔術師会がそうだった。私の父親もイェネファーでさえ。アバラックを忘れてる。アバラックは別よ。力が悪人の手に渡ったり、制御不能にならないようにしてくれてる。彼は私を守ってくれてるのよ。そう言うなら疑うの？アバラックがその力を利用しようとする日が来る。多分ね。でもそうだとしたら、それはずっと先の話。それに何であれ、選択を委ねてくれるはず。その時は断ればいいだけよ。そう願うよ。パブロよ、いつかジャグリングを教えてもらうの。なかなかのものだな。やっと見つけたよ。楽しんでるか？商人とどう話をつけたのか知りたい。馬は手に。無駄だったよ。交換は断られた。買うと言ったら一頭の健康な馬と引き換えに法外な額を要求されたよ。馬は必要だ。別の方法。当てがあるみたいね。さすが察しがいいな。馬小屋に忍び込むつもりだ。30頭もいるなら。来るか？もちろん。力を貸そう。困った人は助けねばな。そう来なくちゃ。正直そんな人には見えなかったよ。どんなだ？真面目な人かと。行こう、馬小屋の。アイガ、
近頃の衛兵はボンクラ揃いだな。し、目を覚ますよ。ここで待て。中に入って扉を開けてやる。とにかく音を立てるなよ。お前、見たことないような顔してるな。やったぞ。やった。追ってこようとしたつまずいて転びかありがとうゲラルト、最高だった。ああ、怪物殺しと違って新鮮だった。手伝いに感謝する、来てくれたこともな。また会えて俺たちをバルドにお別れしなくちゃ。わかった、じゃあダンディリオンのところで会おう。俺は少し町に用事がある。またね、ゲラルト。姿勢がいいな。またテメリアからの流れ物か。一杯しか飲んだぞ。人種？金払いが良くて殴らないなら誰でも。突っ込んでみたい？
ぱいおごろか。残念だけど、この店にあるのは皿洗いの水ぐらいよ。イムレウスの件、あれはシリの考え。俺のだ。あなたは昔から嘘をつくのが下手ね。説教が目的なら。いいえ、シリを守ってくれて感謝してる。あなたが一緒に行ってくれてよかった。怒っていると思った。どうして怒るの？あなたがシリの決断に従ったから、シリと一緒に戦って勝ったから。負けてたら今こうやってあなたと話していないでしょうし、世の女性はみんな涙に暮れていたでしょうね。あなたは勝った。もしもの話はなし。魅力的な場所だな。なぜここに？すぐにわかるわ。その間にフィリパの話をして。俺とトリスで解放した。ディクストラに捕まっていたが、なんとかなった。よかった。なぜここにいるか教えてくれるか？マルガリータの居場所を突き止めたの。オクセンフルトの牢獄よ。それにそこを脱走した男も特定できたの。もうすぐここに来るはずよ。その脱走者の情報は？デリーダから脱走した唯一の人物よ。町の衛兵全員で捜索してるわ。信用できるのか？すぐにわかる。来たわよ。アベファリア。誰だ？話をしたい。くそ。捕まえなきゃ。それでどうするの？人間たちは日に日に荒っぽくなるわね。くそ、はしごを登ったか。屋根の上を歩くことになるな。あ、影無用よ、ゲラルト。助けてくれ。わめかないで、怪我させるわよ。会う約束かと思ってたぞ。見つけたって言ったの。話したとは言ってないわ。目的は何だ？放っておいてくれ。落ち着け、話がしたいだけだ。へえ、それからあばらにナイフを刺して下水道に捨てるんだろう。よく見て、追いはぎにでも見える？いや、違うな。分かってくれて嬉しいわ。それに死なれては困るの。じゃあ乱暴しないな。ああ、話をしてくれればあとは自由だ。好きにしろ。だがクリプルドケイトに戻った方がいい。路上にいるのは賢明じゃない。飲んで楽になるわ。ありがとう。目的は？デリーダへの侵入よ。ウィッチハンターを見つけて魔法が使えると言え、すぐ連れてってくれる。誰にも気づかれずに入りたい。脱走した方法を教えろ。そうしたら解放してやる。
デリーダから生還する者はいないそうだが。ああ、そこで考えたのさ。死んでたら、とな。でも死体は焼却される。俺のような年寄りが脱走できたと分かるまでは焼却はしていなかった。以前は死体をでかい穴に落としていたんだ。穴は下水道につながり、下水は川に吐き出される。一旦川にたどり着いてしまえば、魚みたいに自由さ。デリーダーはビコバルのよ。監視は毎日勤務中にお酒。正式には違う。だん。つまり理論上は腐りかけの死体が。それと鉄格子を通り抜けられたらな、排水口は塞がれたんだ。ふん、それは爆弾で対処できそうだ。大騒ぎになるでしょ。それよりオクセンフルトはエルフの遺跡の上に築かれてる。どこかで下水道とつながってそうだな。遺跡への入り口が見つかれば牢獄へ侵入できる。な、簡単だったろ。最後に忠告よ。別の宿屋を探しなさい。ここの全員があなたを知ってる。ありがとう。どんな計画か。こちらこそ。じゃあな。どうする。看守についての話が興味深かったわ。勤務中の飲酒か。ゾルタンなら泥酔させられるな。いい考えね。私は遺跡への入り口を探す。オクセンフルトの橋。英雄は特別料金でしてあげたんだ。店長がダメだって。ごめんね。それでどうするの。ああ、お金払ってもらうわよ。にちょっと謎が多いかなと思っています。例えば30巻でエレンが見せた記憶なんですけど、どんな、未来の記憶をいつのエレンがなぜ見せたのかっていうね、ビジネスでよく言われる 5W1H みたいなところ、ここら辺がね全部謎なんですよね。でグリシャ自身もエレンの先の記憶を見た。しかしまさかあんな恐ろしいことになるとはと語っていました。でこれあんな恐ろしいことって結局何なのっていうところを描かれていないですし、エレン自身もあの景色をっていう風にねこんな表情で見ていたんですけれども、じゃあ結局どんな景色なんだっていうところですね。そしてそれはいつの景色なのか、この30巻時点の未来のエレンが見せた記憶だとは思うんですけれども、それは果たして何なのか、そしてこの2人が見た景色って本当に同じなのかっていうところもですね、依然として謎なので、そのあたり非常に重要かなというふうに思います。で9つ目、またエレン関係なんですが、エレンとヒストリアはおそらく密会しているというふうに私は思っています。ナイルとかローグっていう兵団のおじさんたちの会話でヒストリアに告げ口した人物がいるっていうふうに描かれていたんですね。誰かが女王に告げ口したんだ、兵団は即刻ジークを女王に食わせるつもりだとな、だが妊娠してしまえば出産するまで巨人にされずに済むってそう助言したやつがいる。でその回想の中でこんな感じの細かったんですね。これもしかしたらイエレナかもしれません。ただおそらくエレンじゃないかなと思います。というのはこうフードをかぶっていて、さらにポケットに手を突っ込んでいる、まあ、いつでも巨人になれるようにね、マーレ編以降のエレンはいつもポケットに手を突っ込んでいるんですけれども、そのあたりから考えるとおそらくこれはエレンじゃないかなという感じがします。であればエレンはヒストリアと何を話したのか、そしてヒストリアといえば王家の血を持っているというところで、王家の血を持った人物と接触したエレンは何か新しい記憶を得たのか、このあたり非常に重要かなと思います。そしてもう一個30巻のフラッシュバックですね。エレンがガビに頭を打ち抜かれてこう死にかけた瞬間の演出で記憶のフラッシュバックが起こってるんですね。実はその中にヒストリアのこのコマあったの気づきましたかね。ヒストリア泣いている感じします。そしてヒストリアの着ている服、これ実はこの時のですねヒストリアと同じ服装かなということで、やっぱりエレンとヒストリア合っているんじゃないかなと、合っていて何か話してヒストリアが泣いている、そんな風に私は考えています。であればその涙の理由は何なのか。で例えばですね、エレンっていうのはグリシャに対してこんな風に脅しをかけて、始祖の巨人奪えよって言ってレイス家の人々を殺したわけですよね。でレイス家の人々、特にフリーダっていうのはヒストリアの好きな姉だったわけですよ。でそのことをエレンがですねヒストリアに告げたとしたら、それはやっぱり悲しい
い出来事だったりするので、そのあたりの話っていうのもおそらくエレンとヒストリアで行われたんじゃないかなと思います。で10個目最後ですね。エレンはスリの少年と何を話したのか、マーレ国に潜入した時に会ったこのスリの少年ですね。この少年とエレン、おそらくその後に会ってるんじゃないかなと思います。というのは30巻のエレンの記憶のフラッシュバック、この中にですね、実は大きめにこの少年現れているんですね。しかもこんな感じでこう手をかけてシリアスな顔で接しているシーンはなかったんですよ、30巻以降、31巻においてはですね。ということで、おそらくエレンは失踪した後一人で会いに行ったんじゃないかなと思います。であれば、なぜ会いに行ったのか、何を話したのか、そして少年の左頬にあざがあるの見えますかね。このあたり含めて何が起きたのかっていうところをですね、注目する必要があるかなと思います。ということで、まあ、非常に早口だったんですけれども、以上で伏線に関しての話は終わりです。で他にも残っている伏線とか個人的な考察っていうのはまた別の動画で話そうと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上、竹でした。それではまた。でも2人の力持ちと親切な通行人を見つけてどかしてもらったの。もちろん手頃な礼金でね。これをマルガリータを見つけたら使って。今なら 51cc 以上の5倍客でさらに5000円差し上げます。こんにちは。来ないのか。遺跡や下水道を通って泥だらけになるのは専門家にお任せするわ。汚い仕事が終わったら華麗に登場ってわけか。濡れるのは大好きだよ、まったく。ここよ。カーラシか、エルフ好きだったようだな。仕掛けが壊れてる。部品がない。他の何かで代用するか。
使えそうだ。うまくいったはずだ。そうな壁だ。ひどい匂いだな。侵入者だ。やるぞ。
無駄よ。鍵は監視が持ってる。すぐに戻る。誰か分かってんのか？おじけづいたか。殺してやる。殺してやる。どうだ。どうやって入った。侵入者だ。生け捕りだ。殺すな。風がうなっている。手早く済ませよ。
何を…ユネ…リタ、なんてこと。あのろくでなしどもを捕まえたら。手伝うわ、生きてる限りはね。ここから連れ出さないと、今。あなたを連れては門を通れない。自力で脱出してもらうことになるわ。どの道苦手だ、行ってくれ。単純だな。近寄るな。少しか。君ならいっ。またな、ダンデリオン。何かが起きそう。フィリパとマルガリータが私と話したいって。何の喧嘩は言ったか。いいえ、でも心はきっと考えがあるのね。怖がることなどない。言って話を聞いてくればいい。もし何かに引きずり込もうとしたら。簡単に手玉には取られまい。マルガリータが気にかけるのはお前の教育だけだ。政治に利用することはまずない。フィリパは手強いな。意地の悪い駆け引きをする。だが意志の強い者に敬意を払う。もし申し出をしてきっぱりと断られたら、それを尊重するだろう。ありがとう、ゲラルト。まあ行け。作戦を練る時間をこれ以上与えるな。ついていかないの？シリについて真剣に考えさせたい。なるほど、そうね。落ち着け、大丈夫だ。マルガリータは乱暴しない。シリはもっと厳しい状況を無事に切り抜けてきた。そうね、私たちが教えた知識や技術が彼女の助けになった。その通り。だから恐れることはない。ええ、ちょっと見てみる。我慢できないと思ったよ。ゲラルト、あなたも覗きたかったんでしょ。似た者同士よ。覗こうとしてるのはどっちだ。私よ。だから中を見てるんでしょ。何が見える。フィリパが話してる。シリは落ち着かないみたい。止まったわ。何かを言ってる。フィリパが青ざめたわ。それでこそシリだ。一括したんだろう。静かに来るわよ。
それで盗み聞きしたでしょ。ああ、いいえ、少しも変わってないわね。何を話したんだ。話したくない、今はまだ。ええ、その気になった時でいいわ。新鮮な空気でも吸ってこい。スケリッチに向かうぞ。アバラックが港で待ってる。もちろん、すぐに行く。俺はただ、アバラックに会いなさい。話がしたいそうよ。まずは魔女から。
どうも、アフロの選手が真面目だとなんか寂しい。で、おなじみレオザフトボールでーす。ね、勝手にね、アフロの選手には破天荒でいてほしいっていうかね、もうドリブル持ったら仕掛けまくってね、もうゴール前には突っ込んでってみたいな、そういったね、あのイメージを勝手に持ってしまうんで、なんでね、あのウィリアンがですね、ドリブルした後あの真面目に守備してたりとか、黙々とね、サイドバックの仕事をこなすクアドラードとかね、機能しててもなんか寂しい感じしますね。というわけで始まりましたトークザフットボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日のテーマはネイマール VS グリーズマン、バルサとパリサンジェルマンはトレードするべきか徹底考察ということで、まあね、あのイングランドの衛星放送局スカイスポーツ、このね、信憑性があるメディアっていうふうに言われていますけれども、このメディアがですね、ネイマールとグリーズマンのトレードを両クラブパリサンジェルマンとバルセロナがですね、画策しているっていう、そういった報道をしました。ちなみにネイマールのですね、現在の市場価値は、市場価値は1億5000万ユーロ、約176億円で、そしてグリーズマンの市場価値が117億円、このね、差をですね、現金で埋めるのか、それとも選手で埋めるのかっていう、まあそういった話にですね、進展するんじゃないかっていう、まあ報道が出ていますね。でですね、スペインのテレビ番組エルチリンギートでフゴネスでいいのかな、そこのですね、番組のホセ・アルバレス記者がですね、なんとバルセロナのスポーツディレクターアビダルですね、アビダルスポーツディレクターから聞いた話として、バルサはライカのネイマール獲得を目指しているというふうに発言しました。で、これをですね、もうちょっと深掘りしていくと、バルセロナはですね、移籍金のみでネイマールを買い取るのではなく、選手の譲渡を含めたオペレーションを準備していると。それがですね、デンベレだけではなく、同じような状況のグリーズマンもオペレーションに含めようとしているっていうふうに言ってるんですね。そしてここからパリサンジェルマンとバルセロナの、両者の思惑ですね、そこを深掘りしていくと、両者がどのようなチームをですね、来季作ろうとしているのか、それに向けてですね、どんな選手が欲しくて、だからこういったね、トレード案が出てきたんだみたいなところがですね、いろいろ見えてきましたんで、一つずつ話させていただこうと思います。まずですね、パリサンジェルマンの思惑ですね、ネイマール持っていますけど、グリーズマンと、このね、トレードすることによってどういったうまみがあるのか、これね、グリーズマンを取るっていうことにですね、まず、監督のトゥヘルはどう思ってるのかっていうのを調べたところですね、トゥヘル2019年の5月17日にこういう発言をしています。彼は、グリーズマンは現時点で世界のどのチームのためにもプレーすることができる、まだね、バルサに移籍する前でしたので、しかし彼は我々にとって非現実的である、いずれにせよ我々は守備強化に集中することから始めるべきであるというわけで、ね、この時にはグリーズマンはまあいらなかったという状況ですけれども、ただね、1年経ってパリサンジェルマンの状況は変わってきて、またネイマールが出ていくとなればですね、話は変わってくるので、この時のですね、トゥヘルの、まあ、グリーズマンいらないよ発言っていうのは、今の状況に当てはまらないっていうところをですね、皆様にまずお伝えしておきます。そしてですね、もう一人、このね、ネイマールがいなくなった場合ですね、そのままグリーズマンが左サイドのウイングに入るのかって言ったら、決してグリーズマンの得意なポジションではありませんね。バルサ入ってきた頃にですね、ずっとそこに使われてて、あ、監督が欲しがった遺跡じゃないんだっていうのがですね、それによって分かったところありますけど、逆にね、パリサンジェルマンの場合は、監督のトゥエルと、そして、ね、スポーツディレクターの、レオナルドの連携が取れていますので、なんでそういった起用はしないと思います。てなるとグリーズマンはですね、2トップの一角に使われるのがですね、一番まあね、的確な使い方だと思いますので、そうなると左サイド誰が必要なのかっていうところで、2人の選手の名前が挙がりますね。コーチーニョ、そしてデンベレです。このバルサからバイエルンに放出されましたけれども、買い取られないコーチーニョと、そして怪我が多すぎて戦力に含められていないデンベレ、前にもお伝えした通りデンベレはですね、トゥヘルの下でドルトムントで成長して、そこからバルセロナに来たという、そういった経緯があります。この2選手がですね、左サイドの、このね、ネイマールが、放出された後のですね、後釜の候補として、上がるのは、非常に自然な流れだと思います。そしてもう一人、パリサンジェルマンがですね、狙っているという噂のスター選手がいます。それが、クリスティアーノ・ロナウドですね。ロナウドに関しましては、イタリアのメディアイル・マサゲーロがですね、移籍金7000万ユーロ83億円で売ることを考えていると言われているんですね。それがですね、今のこのウイルスとかの影響で、このね、収益が上がっていないというか厳しい状況で、ロナウドを放出することによってコストのカット、そして移籍金を見込めるというところ、そしてね、スペインのスポーツメディアの、ディアリオゴルディンですかね、このメディアが、ロナウドのね、スポンサーになっているのがナイキだから、そのね、ナイキのですね、ユニフォームサプライヤーを務めているのがパリサンジェルマンなんで、そのパイプでですね、ロナウドをパリサンジェルマンに行かせようとしてるんじゃないかっていう、そういう話がありますね。なのでパリサンジェルマンに関して、ネイマールの放出はね、もう昨シーズン、本当は進めていました。